皆さん、どうもー、カネオ。ワールドコネクトプロジェクト2期生の天才錬金術師、レアカーネリアンと申します。お願いします。どうもー、カネオ。どうもです。どうも、カネオ。どうもー、どうもです。来てくれてありがとうございます。どうもです。なんかさ、今日さ、なんか、あのー、モブサイコのさ、この音が入らないようにさ、ちょっと設定変えてあるんですけど、なんか聞きづらいとかないですかね大丈夫ですかね カ <laughs> れはどうもカれは来てくれてありがとうございます。今日はね、モブサイコ 100?100 100でいいのかなモブサイコ100をみんなで同時視聴していきたいなと、一気見したいなと思います。よろしくお願いします。大丈夫ですかいい感じですか <laughs> もしかしたらね、モブサイコの音も入っちゃうのかな大丈夫かなわ <laughs> ーはーいマジで楽しみだったんで今日、本当に嬉しい。よいしょ。ニアニメは、 D アニニメ、オーププングはスキップいや、基本的になんかややこしくなっちゃったら困るんで、オープニングエンディングはスキップしないでいこうかな、みたいな感じではありますね。どうしようかな。<laughs> かわいいレアさんの声いつも通りに聞こえるよ。ほんとうー、ん、かよかったよ。<laughs> かわいいレアさんの声聞いてください。D アニメで、なんかアマプラでもあるけど、アマプラはなんか広告とか入っちゃうのかな <laughs> 大丈夫かな垂れ流し OK。っていう感じで、じゃあ。早速 <laughs>。見ていくか <laughs> う。う12話。まあ、大体、予想は5時間くらいですかね。<laughs> 自分はアマプラで見るよ。お、じゃあ、ちょっと広告とかあったら、ちょっと、あれだけど。スキップしない方が時間合わせしやすいし、良き。そうだよね。だから、オープニング、エンディングはみんな大切に見ましょう。<laughs> いや緊張するなよしじゃあ,、まあ途中でねトイレ休憩とかも挟みつつ <laughs> よしじゃあ早速行くか準備できたよしじゃちょっとレアも準備させてくださいよいしょ、まね、一回これ押してで、こうよし,よしよしオ OKOKOK じゃあみんなで楽しく見ましょう ちょ、ちょ、待って、オッケーちょ、ちょっと待ってね。いや、もうちょっと、よいしょ。はい、オッケートイレ我慢のご褒美はないのですな <laughs>。そんな、押しがましながら見るもんじゃないよ、多分。うははは。準備みんなオッケーかな大丈夫かなモブサイコ開けましたかみんな開けたよーって感じだったら、タイマースタートします。オッケー、大丈夫いい感じですか 過半数 OK が出たら行きましょう。お、いい大丈夫大丈夫 ?OK? 行くよいいですか <laughs> いいですねよいしょ。ちょっと、ちょっと音量だけちょっと、レア側の音量だけちょっと調整させてもらって。大丈夫 ?OK? じゃあ行きますか。ふうぅ緊張するぜ。じゃ行きますよ。スタートしますよ。よーい。 スタッみんないけー <laughs> みんないけーちょっとレア側ずれてるかも。オッケーはよ。大丈夫もう始おはじだうおキラキラ。きらきらえあ待って。BGM ついてるかもしかして。

何と戦ってんだかっけえなえ、すごーい、作画。えー、あれじゃん、強欲な壺。ええー、えへ、ー、へ。<laughs> すごい、でも、きれい。え、なんか <laughs>。 おおおお !100 になる !100 になるおお !100 って何なんだろうと思ったけど。なんかそういう100なんだ。う <laughs> おなるほど。 はい、怖いな不安になる <laughs> 目血走ってる人いるああ霊能力者そういうお話なんだ霊あなたか おコースえー、そういうコースなの <laughs> 花子ハかわいい物数もひどいけどねある程度そのお話なんだ例とか相談所 <laughs> <laughs> 鉛筆で書いたん ね、そういう系なんだね太郎歯のこと太郎 <laughs> ありがちだなまあ、うさんくさくはあるよね 除菌グッズみたいなええひでえなあれえげん恋人いる時点で勘違いや <laughs> その視点であんま見ないよ声かっこいい桜井さんだね多分 んかよあ,あだー <laughs> ひどい <laughs> やっぱり顔かえなにこの人エセでしょエセ偽霊媒師でしょ霊能力者でしょ ええー、嘘だろ恋人いないけどレアさんいるから。そうだよみんな。うわとんでもない結ケ,ケツが歩いてるじゃん。わった。うわ な<汚>いええほんとかよお前ええー、危険なの うわっうわちょっと見るだけでやだ <laughs> え違うのえー、え出たええ天井破れガジでいるじゃん天井破れ まさかマジで出るとはって言ったぞ。なに何スプラッシュって言ってた <laughs> そうだよー。ソルトスプラッシュか <laughs> あ最終兵器がまさか 主人公ソルトスプラッシュ好き。<laughs> あ,あ、出た出たとんでもない塩使ってな。もったいな、あゴキブリだ。く <laughs>。博多の塩だったのかな。この作者の エミがあって好き。いいね。なんかあんまりないよね、こういう。こいつが。わーすごいすごい手からなんか。えーすごい影山茂雄ね。モブ なんでモブなのわははかっこいいナレーション。かわいいモブ。なんだこれかわいいアクリちゃんと待ってくれてた。え、かっこいいオープニングも。え、おしゃんだな。 えー、えー、おしゃー。ええー、なんかめちゃくちゃだな、やっぱ。<laughs> カオスなアニメだな。こは、最近の除霊は塩とか、ご、なんだっけこれ。ご新種 <laughs> 俺も、除菌スプレーの方が効くって聞いたことある <laughs>。レアもね、最近、 リセッシュで除霊しましたよ。<laughs> かっこいいモブ、マジモンだった。オープニングいいな。見た目がモブみたいだから <laughs>。どんな,な名前の付けられ方してんだ。あ、シゲオの読み替えなんだ。なるほどね。いや、オープニングかっこいい。曲がいいぞ。あ、おみきか、おみき。<laughs> <laughs> おみきだえー、かっこよーいわいいなおしゃれ日本酒あるおっおーい安っ300円 <laughs> お手伝いじゃん。お母さんのお手伝いだよ。<laughs> 作画ほんといいね。まあ、定休っぽいよね。この曲めっちゃいいね、オープニング。 んん。<laughs> <laughs> なんか。二十一世紀の神聖。はあ。なんか。 え、人にも向けられるんだ。えええー、そういうことなの ?100 倍になったら爆発しちゃうのうわ、オムライスにグリーンピース入ってた。あー、なるほどー。しげお今、霊源のことどう思うえなんか、 うーん、どうだろう。まあ、ちゃんとした霊能力者じゃないんだなと思います。<laughs> かっこいいな、弟。律。スプーン曲げてって初めて聞く会話。あんまないよね。律。 立派そうな弟あるよね思春期にスプーン曲げること <laughs> ない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 聞いたことない律いい子えー、なんか何野菜があこの子が好きでその子以外が野菜に見えてるっていうえかわいいげを恋してんのかラストあたりになると霊ン好きになると思うよえそうなんだ 楽しみやな。<laughs> ちょっと <laughs>。えははは寝るな。足し算しかわからないのに。おばかさん。な、モブかわいいね。あは <laughs> ああ、なんか愛しい。守りたい、モブ。 <laughs> ちょ大丈夫か <laughs> ええー。やっぱモム使われてんじゃんスプーンが安物だからよく曲がるとかではなくそういうことなのあ、ええ。 あ、かっこいい。<laughs> いいね。ピーマンの子が一番中身がスカスカだから、スカスカだからテストの点はあれそう <laughs>。頭がスカスカってことなのえートンネルやばそう。えー やばいやついるでしょだってこのバス誰も乗ってない山田あ,あ不穏よ不穏ですよ不穏ですよ とんでもねえのが組んだな、一話だし。あ <laughs>、ちょっと、モブはついてかない。一人で活かしてる。<laughs> ああ、かわいい。あれ見てる。 やっぱこいつ。<laughs> もうぶつかわれてるよ。気づいてよ。田舎のバスなんてこんなもんよ。え、そうなのえ。トンネルなんて全部やばいぞ。いかにもって感じだよね。 こういうとこだね。ちょっとかわいいね、でも。霊言すごい、神妙な面持ち。どの口が言ってんだ<笑>,笑いすぎてる、結構あれそう。いや、もうちょ、めちゃくちゃおもろいな。こういう感じのアニメなんだ。 大丈夫だよ。ソルトスプラッシュ <laughs> あるから。全然心もとないよ。ソルトスプラッシュじゃ。えははっ、は <laughs> つまっている方とと。 へー 18? えぇ。十八ええ、そんないんだええー、やばいやばいやばい。言葉選び優しいよね、モブ。そうだね、なんか優しい子なんだろうな、みたいな。わぁいやいや、ちょっと待って。お前。俺がやりました風にすな。ははは。 あ、これはやばいのくるよほらうわっマッチョ幽霊誰絶対これだろう総長 総長総長なんで大体ケツアゴなのははははいあーなるほどねそういう過去があったと かっこいい裏しよー。やっぱポルターガイスとか技なんだ。そんな大爆発起きんのうわ、お尻汚い。えいやいやいや、嘘でしょ 来るぞソルスプーあっ森じ森塩パンチ森塩パンチだーすごい力でも殴れるんだねいやモブ強いなえ <laughs> だから <laughs> お前がやったふうにすなあらこいちーかわいになっちゃったあ、かわい,いえー、まだまだいるんだはは <laughs> 師匠すぎえなリス・スペクターなんでいちいちケツアゴなんだ えー、冷静だなもうとみな優しいえー いやでも、モブは。ははは、かわいい <laughs>。かわいすぎる。ま、どのみち死んでたんだな、総長は。モブ、いけんのかケツアかわいく見えてくるよね <laughs>。なんかもう、愛しい、ケツアゴが。お。 来たよ。うわ。うわー集合体恐症集合体恐症で来た。止められちゃったやばいよ霊ん うわ、か、え、かっこいいなぁ。ハスコラ。ハスコラだよね。ハスコラマン。え、かっこいい。エフェクトがかっこいいっすね。え、強すぎないモブ。大したことなかったんかい えー、成仏しちゃうのやだついてきてほしい。総長、かわいい。かわいくなくてゴーストタイプになったらダスト出す <laughs>。ぽいな、でもさっきの。ええー、ちょっとなんかよかったな。え、てから、かっこいい曲あー、バイバーイ ありがとう。ケツはご早朝。え、かっこいいんだけど。急に。<laughs> いや、あー出た。田舎あるある。バスが1時間おき。 モブはまだ分かってないんだかっこいいエンディング中学時代にこのアニメ見てたら中二病になるとこだったでも分かるな自分もなんか使えそうな気がするよね超能力おいいな、ラーメン <laughs> かっこいい。田舎のバスはこんな感じだからな。あ、なるほどね。1話ごとに増えてくんだ。やべ。また新しい女の子。リアタイ正しい本なんです。ちょっと待って、ね。2話。まだ2話。二話行く前に。ちょっと待ってよ。 いや、いいの、面白いんだけど、手歪が。はははは。いいですね。よいしょ、ちょ、ちょっと。よいしょ。ちょっと戻れよ。リセット。からのみんな、準備はいいか準備はいいか ?2 話、2話。2話の準備はいいかで、2話にする。し。みんな、2話の準備はいいかー 1>, 1話から面白いちょっとめちゃくちゃ興味湧いてきました。いいですか ?2 話いきますよ。よいしょ。じゃ、よーい。スタートいけいけいけみんないけいけみんないけみんないけいけよし。もう2話進んでもらったかな。それはみんなのおすすめからだから、外れはないよね。まあ確かに。しかも3期まであるらしいしね。 相当面白いんだなっていう。中二か。中二はそうだね。いいのそんな。あ、かわいい。え、さっきの金髪の子の方がかわいいんだけど。<laughs> かわいいな。 目が輝いてるモブかわいい。かわいそうだな、モブ。ワングリック呪いなんだそれ <laughs>。甘酸っぱいでいいよね。青春やな。 エロサイトワンクリック。そんな呪いがあるのか。霊言が本当に霊能力者なのかはまだわかってませんからね。あ、てかあ、金髪子ここにも出てた。老教よ。300円で中,中学2年生を雇うな。<laughs> いや、面白いね。受けるよ。 オープニング何度見ても最高。いや、かっこいい、マジで。どの子がヒロインなんだろうやっぱあの、モブが好きな子がヒロインなのかなそれともヒロインっていう概念はないのか。じゃ、これ100%になったら、いよいよやばいのかな今の時代は電子にもや <laughs> るからね。 マジかよ。恐ろしい。ネット、なんか安心して見れないよ。レアちゃんは引っかかったことあるやん。<laughs> ないよ、ワンクリック詐欺は。モリジオパンチ見てまだ疑う <laughs>。まあまあ、でも確かに、触れてはいたからね。モリジオパンチ。聞いてはいなかったものの。その辺を見て感じたまえ。わかりました。ちょ、面白いっていうか。青い春の疑問。 電波部登場振り込むかそんなであ本ほんとだ電子化が進んでる <laughs> 呪い強め <laughs> やばい。マッサージの天才。なんて書いてんだああセンシティブ。生体師になった方がいいんじゃないあは、つやつやに。ただのマッサージすぎない ちょっと気持ちよさそうだよね <laughs> ええー、わ美味しそうたこ焼き <laughs> いけませんいけませんやばいエッチなセンシティブなそれはマジで思う <laughs>

はは <laughs> よくないよあ冷ましてあげたのかえやっぱ偽物なんじゃんかおい偽物を自負するなそうだよ中国2年生でしょ へち <laughs> にマッサージしたい <laughs>。いや、してほしいな、でも。誰が飛び散りそうだ。かわいいわっかないまで。たこ焼き台書いて。わかる。わかれます。帰宅部は最強なのよ。 脳幹電波部だ。何なんだろう、脳幹電波部。あ、部長か。倉田とめ。またケツアゴいる。ケツアゴ好きすぎない。はい、いや。 生徒会長。副会長だった。松岡義嗣さんだ。WCFP にも設立しよう。農家電波ブどういう部 録画は。かっこいいの。部長の声が無駄に、可愛い,い。とめ。なんでみんな可愛い,いのよ。モブか。部長の声可愛い,いよね。 部長。そうだよね。どういう部なんだアニメの生徒会、権力強がち。わかるははは。<laughs> <laughs> みんな目が死んでる。イケメンはいない。ボロクソ <laughs> はは、<laughs> ボロクソに言われすぎてるなんでこんな言われるのああ <laughs>。なんでこんなボロボロに。 あ来たーモブー。キモいってなんだよキモかったら仕方ないね。ダメもんだよ、ねぬ。怖い透明 壊れちゃったわ <laughs> かるでも何か止め今日終わったことはそれを付き合ってくださいの握手なのよ <laughs> ええー 生まれながらの腰 <laughs> トメの腰ちょっとエロかったよねあら入るの わあ,ーあーどどの口が言うんだ理由って君も僕も脳幹テレパシーえそういうことなんだ <laughs> そうだそうだそうだ。うだーちょ可愛い,い声出してる。ああ、なんか <laughs> これオープニングで見たな。ずんのう始まった。<laughs> やっぱ言葉が巧みだね。<laughs> テーブル片付けなさい。モブ優しいよね。うん。 あ、そうなんだ。までもそれも確かに楽しいか。ま確かに。霊言洞察力意外とすごいな。頭はいいんだろうね。アドバイスがまともなんだよね。 いい部活やんねん。ダラダラできる部活。なんだうわはきちい <laughs> 口紅を塗るな。きちいよすね毛は剃りましょう。はい。やばいやばいやばい。 すねげーモブは可愛いんだけどな。<laughs> そうだよね。モブだけ入れちゃうんだ。え、可愛い,いモブ。<laughs> モブはギリ似合う。ええー、あと、 何パー ?65%? パーやばいよ、100パーになっちゃうよで。でもなんか馴染んだよね、やっぱモブ。かわいい <laughs> 誰だ。誰の 絶対違うな。不良の終わりにはちゃんと制服は着てる。ちゃっちゃうかわいそう怒られても。ははは。 ひろかわいいマリチヒロ。<laughs> <laughs> ああなるほどね。 七不思議だ学校の七不思議。えー、ブラジャーが可愛 <laughs> かわい,いもん。ブラッジー。まあブラは浮遊するよね。なんだと思ってんの、ブラを。 <laughs> かわいいなぁ。あ,あ、ストレス溜まっちゃうよ。大丈夫か、アモブ。すごい、きれいな。どんな学校 来た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 。あやばい女子トイレはやばい。え、怖いね。学校の心霊苦手。もぶくん中学生はよ。 すげえなプールあって。ええやばい。あ、かっこいいモーブー。霊を閉じ込めたのいい学校だよね、ピカピカの。 どこえー、でかすぎないやばいやばいやばいちょっとキモいかも匂い鍵か,かなりキモいかもしれない。 えー、手がはなくなっちゃった。は <laughs> 消されちゃうよ何にい嗅いだら強くなれんのかなあーちょっと恋しちゃう、モーにあー。ああ 細切れにされたサイコロステーキになっちゃった <laughs>。名前嫌すぎるでしょ匂い嗅ぎやばい、あっきないな。あ <laughs> よかったねあ、あれ え同じああ <laughs> なるほどね。ああもう別に同情はしませんけどね。 やばい、今のモブには刺さっちゃう。あらー、<laughs> ああ、悩むな、モブ。部活入るかリーツ。優しい弟。お、入るなちょっと待って、こっちにも刺さります。 みんな青春してるかあ。徳川。うわ。肉体改造部でもそっちの方が有意義っぽいな、でも。 選手の脇役やめろ <laughs>。それは前に聞く <laughs>。やばい。死ぬな。モーブースカスカだな。まあ、でもそれは確かにそうかも。 その幸せを眺めることもまた幸せだよ。そうだよ。うーん。徳川の言葉も刺さりますね。ああうー、モブー。 やばいぐちゃぐちゃになってるモグが溶けちゃうつぼみちゃんそうだつぼみちゃんええ、つぼみちゃんつぼみちゃん、えー あ、え、つぼみちゃんつぼみちゃん理解力高いな、つぼみちゃん。ええー、つぼみちゃん <laughs> 嘘でしょこれ本当の話あそっち <laughs> そっちかーい やだー、モブが肉体改造部。うわ、やばい、40%? もう限界では <laughs> えー、嘘ー。あきらくんかっこよ。あやかな、つぼみちゃんがかっこいいって言ってた人。つぼみちゃんつぼみちゃんがもっとストーリーに関わってくるのかな エンディングの、なんかこの、なんて言うんだろう。あの砂をさ、ささささってやってやるえ <laughs> それっぽくてかっこいい。えーすごい、かっこいい霊言。レーン リフレインボーイ。え、かっこいいなエンディングの曲めちゃくちゃ好きかも。猫。レーゲンとモブはどうやって出会ったんだろうね。いつからの知り合いなのか。 かっこいいあっニュースになっちゃったうわやばいうわあー出た金髪っ子録画 それも正しい判断です。え、いいね金髪っ子。というわけでよいしょ。とりあえず一回3話お流にして。いや、めちゃくちゃ画角いいんだけど、エンディング。めちゃくちゃ好みですね、レアの。よいしょ。えっと、一回。ストップよいしょい。いや、いいな。面白いアニメは曲もちゃんといいよね。いや、オープニングもエンディングもかなり好みですね。よいしょ。 サーバ行くぞ、みんな。え、めちゃくちゃ面白い。こういう感じのアニメなんだな。なんかもっと、なんか絵のタッチがさ、<laughs> あれの、もうちょっと、ギャグっぽいのかと思いきや。ちゃんとバトルっぽい。リセット。じゃあ行くぞ、みんな。準備はいいか、サーバーの。行きます。よーい。スタート よし。突っ込みどころ、すぎやろ。肉体改造部とかね。脳幹電波部とか。ああ、出た早速、肉体改造部。つぼみちゃん。どこだ、モブ。かなり後ろに。あはは <laughs> 無理だよ、モブには肉体改造部は。 あはは。<laughs> 体液が。いろんな体液が。かわいい。モブ。ああモブスタミナゼロパー。かわいい。肉解放。かわいいな、モブやっぱり。実質筋と、実際筋トレは大事。いや、そうだよね。なんか、メンタルも強くなるっていうから。 でも頑張ってるね <laughs>。いや、愛しいんだけど、モブ。ちょ可愛すぎないちょっと愛しすぎてやばい。こいつは中学生なんよな。ほんとだよ。中学2年生、3年生、1年生。あなんか、オープニングも大体分かってきた。あ、ほら、これとか。トメさん。この人は分かんないけどね。あ、でもなんかさ、やっぱ農幹電波部、あ、つぼみちゃん。 脳幹電パブもかなりオープニングに出てきてるし。なんかなんとなく分かってきたぞ。なんかアニメとかさ見ててさ、オープニングのなんか意味がだんだん分かってくるのが好き。これ誰っていうか、モブモブが100%になったら、こうなっちゃうの あわかる。ゾンサカもそうだったよね。そう,そう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 。そうですよ、そうですよ。だんだん意味がわかってくるのが。ほんとだぞ。あ肉体改造部のポスターが。あ、まさか <laughs>。ああ、なるほどね。優しいな。 本当に中学生がモーブーうん。ぽいな。 見せれるでしょうすごいないいな欲しいなやっぱその能力ああお学校暮らしのフレンドしたいもすごかったなうわ懐かしい いやでもやるよね。わかるよ。はははは。おい、飲んでてよ。確かに。 あかわいいこの顔、かわいいな。ひどいんだけど、透明。ああ。まあ、でも、それは確かに。<laughs> テレパシーが備わるかどうかは、置いといて。 ぼみちゃんでしょ <laughs> かわいいなぁ男の魅力イコール筋肉でも筋肉かっこいいよね話しかけなよあこれか。 うわぁ、不気味な仮面。全然当たってない。全然当たってないよ。え <laughs> 引っかかるな、モブバカ野郎。単純すぎるだろ。 おはい、モブー大人になるにつれて、大人の、男の魅力は財力になっていくような、く現実だね。それは言い過ぎだぞ、霊元。筋肉はどれだけあってもいいですよ、ほんとに。あ、こんにゃどうも、こんに来てくれてありがとうございます。あ、よし。 皆さん筋肉質の方が好きなのかなそうーいやでもそうでもないけどまあ筋肉はかっこいいと思いますよ。そう、お願いますする。わら。怖ー不気味だって思わないのか誰も。手のひらが。エクぼ様。怖 だいぶさせられた。あメザトイチ。かわいいな、ね、やっぱメザトイチかわいい。エコボ様わあエコボ様おあ、あれ、かわいいの 笑ってますか怖い怖い。怖いなうわうわなんか演技いい顔。怖い怖い。怖い。ほんと <laughs> だよ。 スマイルメイト <laughs> かわいい、めトイッチ大塚明夫さんの、確かに。声優豪華だね。怖い怖い。耳たぶん引っ張りたい。全部ピアス開けてあげたいよね。 耳タブという耳タブに。わー、ファンタジー。ちびまるこちゃんみたいな、なんか。さくら桜ももこさん味がある。そんな、公園のベンチに座ってただけで ララちゃん、エクボ様 CV、大塚清。いや、ララちゃんは、女の子だって。<laughs> あモブ、抵抗しなさい。かわいいな。 怪しいよね。めざとう。めざといね。なるほどね。記者だ、記者。記者役。あレムンじゃね本ほんとだよ。出デッパいる。デッパさん。え 怖え嘘でしょ何どうやって怖えあやばい、もう、もう馴染んじゃった。オスだと思ってたララちゃん、メスですよ。なんか、オスだと思われるんだよな。桜かな 桜なのあのおじさん怒ってるよいやなんか不気味だよな笑顔と宗教が絡むと不気味 不思議。怖くて泣いちゃうよね、こんな。ああ、それ。嫌だ。でかーん。なんで笑っちゃうのモブはかわいい。 可愛い,いんだけど、モブ、<laughs> いいですね。 そういう、スマイルマスクは何なんだろうええー、な、マスク欲しい <laughs>。ま、でもなんか悩みなくなりそうだよね。スマイルマスクあれば。ピカーン。個人的にこっちのが好き大人だな、ちょっと。ははは。 この人は0じゃないのかなうわスマイルリーダー3人とにらめっこ。いいですね。絶対に笑わないでしょ、モブ。え、やばい !58% だよ高っ 笑う角には服着たるっていうし、ね、あ、だから、エクボ様あんな、あははは、あんな養子なんだ。エクボ様。かわいい。牛乳好きなのあはは、<laughs> なんで、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 なんで。でもわかるな。にらめっこで真顔でいられると笑っちゃうのわかりますね。 <laughs> 人前で笑顔作ることがあるけど、たまに引きずってる時あるもんな。あ,あ、欲しいね。そういう時に、スマイルマスク。てかもう、ずっと笑ってるからさ、声の人たち。勝てないだろ、こんな。じゃんけん勝った。 <laughs> かわいいレャオもやろうなんかじゃんけんコーナーないかなええうわひきょうすぎやばいもう笑顔だがいやほんとですよ ずっと笑ってるじゃん、みんな。えああ溶けたさすがだ、モブ。え <laughs> <laughs> あ、こんばんは金来てくれてありがとうございます。<laughs> 15時から寝てました。お、いいね。 ぐっすり寝たね。洗脳解けるじゃん、ムーブ。怖。 モブつぼみちゃん。えつぼみちゃん。本当に好きなのつぼみちゃん。<laughs> 空気読もうよーとか言って。笑っちゃうのかモブーやっぱ強いな、モブ <laughs> いや、そんな荒漁師すいないうんんどうしたの 感情うわうわやばいどんどん溜まってるなんでこんな中学生にやばいついに来ますよ爆発。 やばいやばいやばい。へ。へ。人じゃないんだ。 うわいええ怖い怖い。え、でもこれ結構最強だな。ももがいなきゃ最強だよね。洗脳して、命令して。つぼみちゃん <laughs> 怖い。う、は、ん、あ。 うーん。でも、コントロールは、できてるし。ああ、そういうことああ。 あ、あ、来ます、来ます、来ます。来ます、来ます。あー、来ちゃうー。ブ最高役いや、モブ、えあ、えこっけーええー モブいけてんな、モブ。あ,あ、ちょっと、人がいっぱい。人が浮いてる。かっこよすぎないえくぼ、上級悪霊。なんか悪霊みんなボコボコしてんな。はは。 あ、これはみんな、緑でボコボコしてる。いやー、でも、さすがにモブは強いよ。また手が、かっこいい。エクボかっこいい。まあ、エクボも、なんか <laughs>、 <laughs> なんかメロンなのわかるな。メロンっぽい、確かに。エクボ様はメロンっぽいです。でも今までの悪霊の中では確かに一番かっこいいか。ええー、いやでもモブかっこいいのその髪の方がいいよ、多分。<laughs> えへ、ー、へ。ええなんか急に。 成長したかっこいいモブおい,いやレ,レ,レーザービーム強い声良すぎる、確かに。エクボ好きモブ、お前誰だよ <laughs> 別人じゃん、モブ。いや、惚れるよね、これは。え わっけないえ、モブ元に戻れるのあ、美味しそうバーキン食べたいななんでこんなモブボコボコに言われるんだ <laughs> おレーンああ。ははは。空気読もうよ。まあまあでも笑いたくて笑ってたわけじゃないし。ああ、すごい。 でも記憶はあるんだ。空気なんか弱くてええよ。そうだよ。自分の人生は自分のなんとかです。師匠の言葉が一番強い <laughs>。ボコボコに言って。うーん。 うーん。ああ、ほっこりしてる。そうなんだ、みたいな。丸め込まれちゃうんだな。霊言の言葉には。なんもねえ部屋。<laughs> モブ。あ出たえこれエクボ様 お、なんかすごい。徐々の、徐々に出てきそうな人いたおー面白いなぁ。3話。3話でもう爆発するんだね。え、めちゃくちゃ面白い。さすがソルト使い。こういうところが、やっぱレイゲンちょっとかっこいいなでも1話ではちょっと、はにャって感じでしたけど。え、面白い。多数派が少数派の意見を、 空気読もうよ。いや、あんまね、空気読もうよとか。<laughs> 言っちゃいけないよね。いや、エクボ様かな、あれ。これ、明日日2期の方向かいや、ワンチャンあるな。でもなんかね、あのー、レアがずっと見たかった、さよならの朝になんとかかんとかが、なんかレンタル開始したらしくて、無料配信したらしくて、ちょっとそれ見たいなと思って、明日どうしようか迷ってるんだよね。 いや、これはいいよね、め、モブ最高。なんかめちゃくちゃ面白い。<laughs> 止まらない。ちょっと待って。よし。ちょっと待ってよ。リセットして。じゃあ行きますよ。待って、4、4話。4話にすませた。<laughs> 4話。やばいや、もう4話だ。あっという間すぎないおう、いいやん。明日、さよなら見よう。なんか見たい。ちょっと、ちょっといろいろ考えます。夜のうちに。<laughs> 終わった、暁には。 マジで泣けるし、損はない。なんかめちゃくちゃ泣けるらしい。あとなんか家族についていろいろ考えるらしいんで、ちょっと見たいなと思って。なんかね、配信が終わる前に、ちょっと見とくかと思って。確実に、なんだ、確実に2期が見たくなる。約束する。ほんモブ最後とりあえず。いやでももう見たいくはありますよ。だけどじゃあ行きますか。4話。うごー !3!2! 一、こっち、行けー、ヘミナーよし。はい。見たことないし、いいね。いいでしょさよならの朝。めちゃくちゃ泣ける。期間限定なんだ。枝の強し。鬼瓦天狗。かっこいい。鬼瓦天狗。 テルさんえー、<laughs> なに何な何になにえてんがおてるき花沢てるき。てる。 また松岡さんかなこの人もオープニング出てきてたね。前も見たことないな。<laughs> さよならの朝いや、どうしようかな。じゃずっと悩んでんだよね。なんかあれなのかなオープニングに、 ちちょくちょく出てきた人はいるけど今後出てくるかどうかは別に保証されてないのかな。やっぱこれエクボ様なのかなかわいい <laughs>。その点がやめて <laughs>。お水飲みます。 なんか、エクボ様めちゃくちゃ出てきそう。やっぱ相変わらずおしゃれですね。オープニング。<laughs> バカオンリーイベント。同類。 マスコット枠かなエクボ様。可愛い,いな、でもエクボ様。これがララちゃんってことあはっあー、モブはは <laughs> そうだよ。なんで急に。しげちゃん。しげちゃん。うん。 ええははは。<laughs> かわいい。オープニングがマーベルのオープニングっぽい。そうなんだ。来たね、マスコットやな。なんか顔がやっぱリアルなんだよね。描写ね。<laughs> いやでもやっぱちっちゃいと可愛い,いな。 本当だよー。おーいいや、無理だよ、お前には。可愛い,いボサボサ髪ボサボサモブ。 ねえ、律。かわいいな。しげちゃんって呼ぶの。かわいい。神ってあっけなく死ぬぞ。そうなのうん。ああ、つぼみちゃん。<laughs> 弟かわいいよね、律。まだやってんのか、モブ。 メザとへかわいい率ブラコン あ、ちょ、ちょ、ええー、へおーい。お笑いグラフィック。おーい、フォトショ使うな。ああははは。ネットには強いのかな現代的でくさ。師匠すげえ。ノートパソコンでしかも。 はははそうなんですよ。あうん。こいつ実は有能よね <laughs>。なんかいろいろできるはできるんだね。霊能力以外は。 師匠、霊能力以外有能よね結構ねスペック高いのにハハハボロクスに言われてエコバ様アドビジョレ <laughs> アドビジョレねなんだかんだ多彩なんだよねうん だったそうでもないよ、別に。久しぶりでもない。ええー、神を探しています。サイコヘルメット。サイコヘルメット卿。へえ。 うーん。いい弟だな。リツ。なんかリツも闇抱えてそう。7月2日生まれ。カニザ。 まあ確かに詐欺フォトショー洞察力マッサージ多彩だな霊元うん率も謎多いねあーなるほどね自分も欲しかったのね あーモブに憧れてんのか、超能力に憧れてんのかって感じか。ははは、かわいい。えく様。 ああ、まあ、そっか。あ。これは率も嫌なんじゃない兄弟尊いよね。兄弟萌えですね。<laughs> え、久保エクボ様いいな。 うん。なんだいつー。お互いに相手が欲しいものを持ってるの説明な。いや、そうなんだよね。ないものねだりですよ。人生は。白紙のツッコミが光る。いや、なんか、エクボさんもいいですね。ほかほか。 ほかほかだな <laughs> 中学生で筋トレに目覚めるのすごいなまあ隣の芝生は青いやねそうだねないものねだり うわ。下半身強陰か。お前らだけでやれよ。そうだ。そうだ、そうだ。筋トレを舐めるな。あ、ちりゃ。ああ。どの口が。 <laughs> ちょろいの笑ったかわいいの人生はないものねだりですよレアカーネリアンそうですよあまた止まった,った28%あと3回くらい爆発しそうだなじゃんけんああっあっ <laughs> あっ テル,テルの制服かっこいいな暴力反対が暴力なんよ <laughs> おばかちゃんな 天んが。ああおらら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 、うり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 そこにしびれる、憧れる。でもかっこいいよね。キャラデザかっこいい、てんがさん。じゃんけんのくせ強いよね。勝てなかったわ。 じい、汚すぎるだろう。は <laughs> <laughs> ええー、かわいいモーブはたし状のラブ、はたし状みたいなラブレター。そうだぞ。 かわいいな。なんだろう。<laughs> 米どもやろう。バカすぎるだろう。ジョウスケっぽい、ちょっと。誰の髪型がサザエさんみてえだって。 あ、かわいい。魚のモーブ。ラブレターゲタはこいつの時代よ。ほんとですよ。北斗百列県民。あれおれうりおれや。ははは。確かに。でもモーブ来ちゃうんだよね。かわいいな。 かわいいな <laughs> アホだねだいぶ <laughs> いいよぶつかってくよなんかうまいこと言ってんなハ <laughs> いや、いい部活だなぁ、肉怪部。うわ。チャラオか。めっちゃちゃんと。<laughs> 多すぎ、多すぎ。多すぎる。やばい、やばい。ちょろすぎる。かわいい。モーブー。 こいつら超能力関係ないや。ほんとですよ。パンプアップ100%。<laughs> <laughs> うわっ汚い。 そうだぞ。いい子、偉い。使わないよ。鬼瓦よりやべえの来てんだよ。肉え物よ。実際肉え物いいやつばっかりよね。みんないい人。仲間思い。 うわは中学生じゃないだろう。かっこいいな。ゴーダムサシどう考えてもかっこいい。ふふ、角がちげ。たくましすぎる。えー、待って <laughs>。動けてるじゃん。 え <laughs> そんな <laughs>、あっさり <laughs>。あっさり返された <laughs>。かっこいいけど、笑っちゃう <laughs>。いや、面白いなぁ、モブサイコー <laughs>。やばい <laughs> 手を払っただけで <laughs>。 <laughs> かっこいい <laughs> あはははこれ好きだ。頭持ち上げるの好きだよね。肉怪物。圧倒的筋肉ですよ。あ、出た来た来た来た ん超能力は筋肉です。ネクタイ改造はちゃめちゃに強いからな。いや、もう、わかった。さすがに。<laughs> 強すぎる。肉改部。でも、こいつを倒せるかどうかだな。そうだぞ。番長っぽくないしね。 まさか、こいつも超能力者 おうーん。おうーん。なんかわかるようでわからない。わ <laughs> かるようでわからないかも。切れてるよ、切れてるよ。ええー、強い 強えー、でもすごいうわっ <laughs> えな、ー、何どんな超能力強いあらすええー、やばいムキムキすぎる争いはやめて <laughs> だが簡単には倒れないぞ。 自分に酔いすぎやろ。ああああ。ああええー、うららららららら。あたた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 たうたた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 た モブとちょっと違うエフェクトあー強い <laughs> ちょっと待ってこいつはこいつで受け止めるのすごいねすごいよね鬼瓦防御力もやばいおやっぱりモブは <laughs> いやそこに そこに動揺しないで。適格に顎を狙ったな。あ <laughs> わーうわえー、また4回くらい爆発しそうだな。ああ、終わった。45%かー アクセラレーターみたいなやついなの。あー、でも確かにね、ぽいかも。アクセラレーターって何だっけどういう能力だっけなんか、重力を変えられるみたいなやつだっけ <laughs> いや、モブ、冷静だよね。やっぱちょっと強そう、モブ。貫禄がありますね、モブ、さすがに。人に向けて使っちゃダメだよ、みたいな。あ、ベクトル変換か。 いや、いいなぁ。面白い。でもめっちゃモブ爆発するな、きっと。盛り上がって参りました。4話にして。あと、えっ、ー、と、6、8、えっと、8話。えっ、ー、と、一方通行。一方通行は力の方向を変えたりできたよ。 そう、そんな感じだったよね、なんか。運動エネルギーを自由に変えられるのか。そうだ、そうだ、そうだ。チートなんだよね。<laughs> アクセラレーターも。トーマだけがね、唯一。でトワイルもね、みんなで見たいな、同時視聴。絶対、激アツでしょ。トワイルは。うん。 え落ち武者落ち武者ブルーレイ、さらに正しい判断です。で、止めて、いやー、ちょっと盛り上がってまいりましたよ。あの、テルは何なんだろうライバル役なのかなもしかして。よいしょ。黒子はテレポートやね。テッキュメントですの。よいしょ、ちょっと。 次5話ですよ、5話。いや、でもいい、いいね。早いね。なんかあっという間に見れちゃう、すごい。じゃあ行きますよ、5話。皆さん、準備はいいでしょうかちょっとお水飲まして。 オッじゃ、行きますよ。よーいスタートいけいけいけ、みんないけよし。明日に備えて寝ます。おーおやすみーおやすみなさーい。うわー ナチュラル？気色悪いのはわかるな。ええー？地面が <laughs>。お、止まった。 冗談抜きで一日3シーズン見れる。いやでも面白い止まらないわ。なんかスピード感がいいよね。モブサイコ。気色悪い。気色悪いはわかるか、エクボ様。え、俺寝るの明日の備えて寝ますって書いてるのいやどうなんだなんか終着点が見えない。モブサイコの。 あーかわいい。いや、なんか、エクボ様のグッズ欲しいな。ちょっと好きになってきた、あア <laughs> エクボ様かなり好き。早ねっすね。かなり早いよ。まだ80前だからね。<laughs> いや、超能力欲しくなる。危ね、これさ、あの、中2の年齢の時とかに見ない、見てたらやばかったな、ちょっと。どうなってくんだろうね。 なんかやばいの分かんのかなでもさ、やっぱ、1話の最初で、だからとんでもないことになってたからね。パーセント表記がおもろい。ねやばい、爆発するみたいな。緊張感がありますね。わかるうん。<laughs> だなんかいいなぁ。中二心をくすぐられる。モブ最高。落ちむしゃ。 何なの落ち武者。<laughs> 何が出てくんのえ、でも強くないいや、でもモブの方が強い。ははちょっと待って <laughs>。温度差やばいな。 じゃ <laughs> 無駄に動きすぎじゃないモブ一歩も動いてないぞ。<laughs> 明日4時起きとかならこの時間でもワンチャン。もしかして4時起き大丈夫酔うからやらないんだ。誰し人間誰しも心に注入を飼ってるんよ。いや分かりますよ。 レアにもちょっと超能力使えるかもって思えてきた。はは、聞かないなくさ <laughs>。内股で <laughs>。内股である必要性。立体起動装置みたいだよね。エクさんの声で説明口調かっこいい。いや、かっこいい。やっぱ大塚秋夫さんですから。

うん。<laughs> でもなんかいい感じではあったないいことは言ってたよワンパンマンと通じる主人公の不動産 やっぱり作者が一緒だからね。主人公無双系が好きなのかな作者さんは。ただの変な動き草 <laughs>。ああわわわわわええー、やばいモブ おい、死んじゃうよやばい引き分け優しいな、エコボ様 そうだ。えグーグーえぐぼえぐぼええぐぼあよほえぐぼかっこよくはあったけどね。 おーエクボウ嘘でしょもういないのやばいそれでもまだ3パーしかたまらないんだいやーでもいいよ えくぼ好きよちょっと待ってま、ね、<laughs> まともなこと言ってないかまともなことは言ってないかえくぼ。えくぼそうでもないよね。3%しか溜まってない。えーでも、 やだー、エクボー。メローン。でも悪友ってあんな感じよ。そうだよね。いい悪友だったよ、エクボー。 そうだよ。僕本気出せ。また内股で。ねいいこと言ったね。 いや強くないぱっと見は強いですけどね。てる。あー、もぐーおー、はい。被害とんでもないよー。まあ、いるよね。人の上に立って快感を得る人。まあまあまあ。いますけども。 あんまりいい気持ちはしませんよね。またニュースになっちゃう、ほんとに。学校をボロボロにされてる。あはは、あー、モブ。え、こいつ、キモい顔イケメン枠じゃないのいや、モブ全然聞いてないな、モブ。 出た包丁はやばいよやめてああ、あ,あえ落ちむしゃってまさか落ちむしゃってまさかそういうこと あはははっはっははっはっははっはテル登頂部 0%! <laughs> やばいかわいそうじゃんけんあっ、あっす、あっす、あっす、あっはっはカエル化現象自業自得で、ほんとですよ。自分の包丁で。えぇ、ー、ネクタイが。 ハは <laughs> ちょっと待って <laughs> ああちょっと面白すぎるなハハハ花澤照樹ハ 頭頂部0%ですよ。被害妄想で、ほんとね。あ <laughs> あー、ちょっと。この内股がまた、スパイス効いてますね。いや、モブ、反撃しないのか、絶対。 うわ <laughs>。どう考えても、主役じゃないな。逆線高すぎ <laughs>。いいね。重心下がってるよ。スターバーストストリーム。そうだ、行けキリト また髪の話してる <laughs> いやーでもモブは結構自己肯定感低いよね主人公すぎるよねモブ <laughs> ああ そうだね。<laughs> ちょちょちょ、やめてやめて。アップにすんのやめろ。あはえへへへ気が。そんな <laughs>、表現残酷だな。アップすんな。もうやめてあげて <laughs>。 その文字で <laughs>、花沢くんを表現しないでくれ。あ、やばい、ついに、超能力やめた。やめてどうすんの、モブ死んじゃうよ頭モブが空っぽなんだ、頭皮も。あわ方が面白いよ <laughs>。 もうやめてあげてもうテルの登頂は、登頂部は、HP ないよもう。もうっり。もうやめてモーブー カネのカ金オ、も来てくれてありがとうございます。うわ、やばいやばいやばい <laughs> やばいやばいやばいあ、ペチッチ。えぇ、ー、大丈夫モブ。脳に障害が残る。 モ、えー、ブーやばモブーやばい、ソーマあ、これで使っちゃったんだ。あー、なるほど。 ええー、リッツまでえぇ、ー、なんかかわいそう。やばいや、まだ100%だえお前何してんだああ、人殺しになっちゃった。 落ち武者の、落ち武者の人殺しになっちゃったよ。え、モブええええ、え、モブすごいよね。あかに思われた超能力者での反撃は花沢の主張を認めることになるよね。ああ、なるほどね。 いや、でも、やばい。爆発しちゃった。ええハテナハテナ%。えー、やばい。リミット超えちゃったんだ。ああやばい。<laughs> どんどんあられもないことに。こんな打ちってあるいや、もうこれは、モブじゃないよ、もう。 これあれだ。最初の、最初に出てきた人だ。やばいああどんなとこから出てんだ力がどんなとこから力吸い取られてんな。あははは うわえー、怖いえー、怖いえー、やっぱ、モブ、最強だなぁ。みっともない体だよ。体、ぷにぷに。全然筋肉ない。<laughs> いや、もう、ご、こ、この学校終わりです。いや、今更だよ、お前 お尻汚いし。ああ、すごい。神秘的。おーい、どうするギャグなのにしっかりバトルでメッセージ性あって、やっぱりめっちゃギャグなの好き。わ <laughs> かりますね。おあああ モーブー。ああ、やばい、落ちてきてよ。ああ、百パーになっちゃうね。うん。モーブー。モーブー。可哀そう。 やだったのにね。やだったよね。あは、無事に <laughs>。ばい見られちゃうよ、てる。はは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 。 うちモブがやったわけじゃないんだけどな <laughs> 全裸の落ちむし出来上がっちゃったよくそんな <laughs> 頭頂部 ゼロパーセントにされてテルのテルが全裸はモブがやったの <laughs> そうだったわ、まあ、モブなんだけどねモブなんだけどモブじゃないみたいなスクワット <laughs> いやエクボーああやだエクボ好き。 いい弟だなリッツいい弟だなはは <laughs> なんか目がはいなんか音楽怖いいやー嘘だリッツホンのこと言えなんかあんだろう じゃ <laughs> またニュースになっちゃった。落ち武者が飛んでた。何あえ。でも同じ感じだね。 そうだよ。やっぱり、モブじゃないんだ、あれは。モブだけど、モブじゃない。風邪をひいた。えぇ、ー、気になる。いや、リッツはなんかあるよね。不穏だと思う。リッツがどうなるかだな。何々ですよ、ほんとに。<laughs> コメ欄でも肉怪物おるぞ <laughs>。おい、肉怪物いるのか。いやでもいいな、肉怪ブ好きでよ、肉怪ブ今後もどんどん出てくるかな。いやでもな、テルも結局、まあ、改心してくれたら別にですね。いや、あとエクボだよ、エクボ。エクボどうしちゃったもう出てこないの、エクボ。 いや、続き気になるよね。早く見よう。次で、やっと折り返しなんでね。え、でもなんか時間はあっという間だな。<laughs> え、面白すぎるかも、ちょっと。モブ最高。やだ。相変わらずエンディングはかっこいいっすね。え、久保は死んだんだ。えー、やだ、はは。ね、折り返し早いね。やっぱなんかアニメって結構あっという間だよね。 面白い。いやっと普通にちょっと泣いちゃった。モブのところで。かわいそう。えぇ、ー、止めと最も正しい判断です。 米とデートするのかよ,よい,しょいやー面白いいやでもなんか今んとこ5話がちょっと一番面白かったかもよいしょ6話でしょ次いやいいわいいですねどんどんこっから熱くなってくんじゃないの同時視聴ってこんなに楽しいのかいや嬉しい楽しんでくれてやっぱモブサイコ選んで正解だったかもねモブサイコが当たってよかったのって思います 知らないけど多分初見だし <laughs>。あ、そっか、そっか、そう、初見でしたわ。いや、どうなんだ、エクボ。よし、じゃあ、一回リセットして。じゃ行きますよ、6話。トイレ休憩大丈夫ですか <laughs> トイレ休憩行っとく大丈夫 ?6 話見て。7話あたりでトイレ休憩挟むか。じゃあ行きまーす。よーい。あ、じゃあ、3!2! 1、ゴーいけみんな <laughs> みんなーいけーギャグありだと同時視聴盛り上がるな <laughs> ね。ね面白いよね、やっぱり。バトルだけじゃないっていうのがいい。あ、リッツ。ていてな。 みんなでちゃちゃ入れながら見るの楽しい。いや、面白い。いや、モブサイコ正解だったね。レアチュは我慢して。<laughs> なんでレアだけ星釜なのあー。リツ。あじゃかわいいな。いや、欲しいよね。いや、リツは本当にないのもう一生、超能力はないの。 何なんだろうなんでモブだけ超能力あるんだろうね。気になるな。な、こういうさ、オープニングから、こう伏線を探すのも楽しいですよね。予想したい。今後どうなっていくのか。ここはもう、謎。<laughs> ここは謎。いや、エクボーやだ、エクボー エこう、もう本当に出てこないのかな <laughs> いつ気持ちをわかるよ <laughs>。ね、わかるよ。超能力欲しいよね。ではまあ、かろうじて錬金術使えますけど。やっぱ超能力かっこいいなって思うよ。このブロッコリーとか意味深だよね。<laughs> よく聞いた歌詞で青春、それは、ソルト、 スプラッシュと言ってるな。え、そうなのちゃんと聞いてなかったのかっこいい。なんかいつか歌枠でこれ歌えるようになりたいな。<笑><笑>ふ自分もお金をすぐ消す超能力あるよ。それはみんなあるかも、もしかしたら。 ひとし。ではも、クレカをすぐに上限まで行かせる超能力あります。いいよね。歌枠で歌いたい。あ、ついにいたこまで始めて。つ <laughs> 一旦ロしますトします。ポ <laughs> ロが出るよねイタコはわかりますよアメリカのニュージャージー州ですハハすごいいな 英語喋れません。ボウ。チュエビの。なんだ？なんだろう。わかんのかれ言。 シューズバーガートーナイ自分、うんちゃ前から思ってたけどマジで歌ってほしい。いや、歌いたいぞ、オープニング。うわっパスワード。13文字。うわ、やばい 心臓が取れねえ働きなさい <laughs> あ、そうだった。あ。 気にしてんのか <laughs> 過剰防衛かもそれはそれはさすがに過剰防衛かも警察来ちゃいます。<laughs> 師匠すげえ極端だよね うーん。で、いいことは言う、霊弦。好きではありますよ、霊弦。そう、いいんですよ。お天狗へっ 目ざといあでも吸い取られちゃったよねおお素晴らしい口は達者ですね霊言 かわいいな、メざと。もう大変やな。競争なったり、裏番なったり。さすが主人公といったところ。いますよ。鋭いよね、やっぱ、メざとちゃん。あはそうだった。 出た来たー青春しろーモブ。青春だ、青春。あ、わかんないんだ。天狗は。いや、いい。 おーいかっこいいな。えいい子いい子だなえでじゃあちょっとかわいいの天ンいやリツー レーゲンとエクボが2大広いんよ <laughs>。いやでも分からなくもないですね。あユーサーさん。シンジクマがすごい。 うんちゃんとした生徒会だなどどうなんだ率は覚醒ラボあえ あ、そういうことか。なんだよ。天河は声止まるんじゃねえぞやん。あ、そうなんだ。細谷さんだよね。謝れて偉いね。いい子だよ、天が。目の熊やばう。うさんくさいね、覚醒ラボ。 うん。 えー、なんかあんーなんなか読めないな率があー鼻血出ておー4%よいい感じですねあじゃんけんぽんあっあっすあっす ああ、脳震と脳震と起こしちゃう。兄は兄。弟は弟やけど、まだ中一やもんな。そうだったわ。律、中一じゃん、お前。いや、いい部活だよね。やっぱメンタルがしっかりしてるんだなって感じする。<laughs> みんな優しいもん。結構いい部活なの、ちょっとうらやましい。いいよね。入りたい。肉介部ええー。 あすじゃんけんあす。どんだけじゃんけん弱いのよ <laughs>。あれだってじゃんけんじゃないんだな。あれ何なんだうわ強そう。顔がない。ネクカイブが日常の象徴になっていくの好き。いいねー。わかりますよ。やっぱ、なんだっけの。 のなんとか、電波部。じゃなくてよかった。星野武顎が、顎で人殺せそう。おー黒崎で。 62? そうでもないかははははあ火が出せるのねほんとだな兄弟だ おーおおテレポシーじゃんメールいか辛辣だなー、リツ。君、ハンサム学園にいなかった <laughs> <laughs> えぇ、ー。 そんななろうと思ってなれるのちょっと出るのもすごいよね <laughs>。火がちょっと指から出るのはすごいぞ、普通に。バーベキューの時のライターあんな感じ。わ <laughs> かる風でね、つかないんだよね。実際すごいっちゃすごい。たこや。 うわでかいはは <laughs> で、でかいでかいええー、うわぁ、でもこれはやだね。うわ、ゴミだらけだしかも。うわ、ちょっと、お部屋か。お部屋男子か。あ、また、スプーン曲げて。ははは 木のスプーンとか使ったらダメなのかな信じ家庭がやばいね。めっちゃ綺麗にカレー食うな。やばい。どんどんツの闇が深まっていく。レアチの部屋やね。こんなんじゃないよ。信じほどじゃないよ。あんなゴミ溜めにまみれてないよ。 嗯，嗯<え>，我扫地，嗯 <noise>。<noise> ああ、なるほど。理解した。かわいい蝶やばい。人格が破壊されてる。目がちょぼしいって。ねえちの部屋は今見えてるね。そうだよ。 全然ゴミにまみれてないでしょ。ね、なんなんだ。あー、モブが癒しえ。リッツーどうしちゃった？人ゴミは怖いよね。やばい思考してますよ。信じ。 どんだけに顔だのシンジあかんよ。自分が辛いからって他人に当たったら。いや、そうですよ。まあ、でもどうしたらいいんだろうね、シンジは。可愛いいな、天狗。 いや、全然好き。いや、いいね。いいキャラだね。<laughs> 顔が紫。顔色悪すぎる、ンジ男子の友情系好き。わかるいいよね。胸が熱くなります。 やばいこんな点がムチコク無欠石なのかわいいなぁ。いい子ではありますね。あ,あいや、こんな大量にあったらキモいだろう。 うわ。苦しい。ああ。ペロペロ。嫌だ、鬼瓦に。 やめてよー。いや、偉いよね、鬼瓦は。いい子ちゃん。鬼瓦咲いて。違うよ。そうだ、そうだ。あ、ここでバカが裏目に。ふぅ。 <laughs> どう考えても女子のよ、もう女子より、なんでの男子の分も持って帰っちゃってるよ。女はわかるが男のはいらんやろ <laughs>。いや、そうですよ。もうリコーダー好きな人じゃん、ただ。お前もレアチのペロペロしたい <laughs>。やだー。 変態、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 変態,変態,変態。め可かわいそう。誰マリコ あ、ちょ、マリコ。マリコー。マリコーなんでだよー裏切り者は。え <laughs> あははは。ああ。ああ、天が <laughs> いやリッツどうしちゃったんだよピンクや <laughs> いやこんなとこでストレス発散すなそうだぞリッツねえませ。 ああ、性格悪いよ、シンジ嫌いだよ。お礼言。なあ。 <laughs> そうだ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 ぞアニメのシンジという名前は基本性格に問題あるね <laughs> そんなことないよ別にシンジくんえあえリツ持ってんじゃんあええかも。いや彼も歪まされた側だよそうだったのあええ久 もうね、エクボなしじゃ生きていけないようわ、嬉しい。いや、これで7話続くのずる <laughs> 生きとったんか、えくぼうわ、胸が熱い。好き。えくぼフェイトのワカメとかもな。ああそうだよシンジ。やめてよ、ちょっとシンジって名前の人が。風評被害だよ。 いや、でも、シンジ、どうなんだろう。なんか、テルとかさ、エクボもさ、最初、なんだこいつって感じだったけど。まあ、後々、ちょっと好きになるじゃん。<laughs> シンジェもそっち側で会ってほしいけどね。いやー、面白い。<laughs> やだ、エクボー、会いたいよ、レア。で一回ちょっと、お花摘み休憩いきますか。 レアもお水取りに行きたいいや面白いけど今回あれだと全然モブが関わってこなかったの立編なのかな今いやエンディングハイセンスだよねえ 壺買っちゃいそうだな、モブ。喪失なんだ、喪失って。え、やばい。リツが超能力士に目覚めたのか。壺買わ,れ買わされそうになってる。何 <laughs> モブ、壺買っちゃいそうだな、普通に。猫ちゃん好き。ちょっとエンディングに出てくる猫ちゃん反応しちゃよね。猫ちゃんかわいい。よいしょ。じゃちょっとお花摘みタイム。 ねお花摘みたいムなかった。みんなも、お花摘みに来たまえ。お花摘みたいね。よしょ。じゃ行ってきますね。じゃあ、お水持ってきますで。シュ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 。シュ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 。 ただいまー。ただいまー。みんなお花摘みタイム行きましたか <laughs> お花摘むか行ったかな今まはヒガンバナとか綺麗な時期ですね <laughs>。純真。みんなお花摘んできたかでも綺麗な。タンポポとかね。タンポポもなもうないか。ああ、コスモスとか積んできました。<laughs> カメムシ多すぎて外出れねえよ。あ、なんか最近さ カメムシ大量発生してるらしいよね知ってるのそれまだ積んでる今積んでる最中かい <laughs> やってる積んでるかコスモス積んできたおお同じだおお積んできたオッケー積んできたみんないいかじゃあ7話7話7話うわもうよいしょ,うも,ういしょもう7話か早いな んだお花見せて。邪神。やめて。邪神郷。やめてください。ははは。おはいしますよ。森りじパンチしますよ。関西は注意喚起されてるね。え、注意喚起されてるレベルでやばいの今。カメムシ。大丈夫ですか皆さん。カメムシ。よいしょ。いくかー、7番。みんな、いくよ。いくよ、いくよ、いくよ。よーい。 3、<laughs> 2、1、スタートはいーみんないけー。よいしょ。パイの実も積んできた。わあ、いいなパイの実。でもなんかお菓子積んでくればよかったな。積めたオッケーおう。 白いティーポイズン手段を選ばないらしい。遅効性の毒だと。なんだ白いティーポイズンでかいフジ、富士剣崎。めんつゆ中赤木。マヨ中ゴズ。醤油中バンダイ。 なんだ、そのな、<laughs> なんでみんな、調味料なの中学校の名前が。京都が特にやばいんだ。神道。あ、やばい。待って、BGM、BGM。BGM、BGM。大丈夫か京都民。パイぱミのみついてんじゃんついてますよ、俺は。いつでも詰めますから。大変なことになってんの、モブ。モブが裏番なのか。白 T。<laughs> お水飲むちょっと待ってえ今なんかやっと気づいたああ歌詞歌詞ちゃんと聞いた今ほんとだ青春ソルトスプラしててるちゃんと今やっと歌詞聞きましたよ あ、調味師なんだ。いつでもつまめるね。<laughs> あんまね、煩悩な考えしない方がいいよ。え、すごい、ちゃんとモブサイコの歌だな。 すごい面白い。<laughs> それとスブラッシュって言ってるね。なんか、なんとかかんとかテレパシーって言ってたし。なんとかかんとかパンプアップって言ってた。ああすごいじゃん、エクボ。あらー。 あそうなんだタフだな醜いクラゲあまた <laughs> またまた握手と勘違いしてるアハリッちゃん なんでだよモブがいるじゃん。浮気しないでよ。気づいてないんだ、やっぱ。実は。朝水流して散らしてるからね。確かにツは見えるん。超能力ありますから。 ええー、どうやって発動できるんだろうははは上がらないじゃないか。ええハート型になってる。 えへえいや大塚明代さんの声かっこいいよねちょっとスプーン <laughs> 取ってくる <laughs> やばいみんなもさモブサイコ見た後にスプーン曲げたらできるかもしんないよよかったねりっちゃん 実際スプーマゲは簡単なんやな <laughs> 嘘でしょできるのあなたも超能力者はいあやばい なんか、ほっぺだけ赤い。えへかわえ、でもすごいじゃんちゃんと、超能力あるじゃん。物理で曲げたほうがえ、い。まあまあ力をね、ちょっと加えれば曲がりますから。わあ、天下の仲間じゃん。ほっぺかわいいよね。 <laughs> エクボのえー、すごいじゃんへえ感情 嫌だな <laughs>。いや、えくクもかわいいな。 いやー、りっちゃん、なんで加担しちゃうの親指と人差し指でこするふりしててこの原理ですぐ曲がります <laughs> でも大体、なんか世の中に溢れてるスプーン曲げってそういう感じなのかなりつ可愛いよね。好きな人多そう。いや、すごいな。鬼瓦を目の敵にしすぎてない ポカリの中になぜオレンジの液体が <laughs> え、レアはちょっと思ってたんだよね。なんかちょっと違うなぁ、みたいな。悪いこと。なんか変態のお札が貼られてる。ああ。 ああ、なるほどね。はいはいはい。うおーそれがパワーなるほどね。でも、オブは怒りだけ <laughs> あは、あちょっと男子ー。やばい。 なんでこんなねじ曲がっちゃってるよりつりつまさかレアチと一緒でボトラーなのかボトラーなんだボトラーと人間なんて変態かムッツリのにいた択やどっちも一緒じゃないの変態とムッツリは。 年の原動力は不穏だよね。エクボー。戻って来いよ、モブのとこに。いじゃあ、一番奥のやつ、どういう構えボトラー調べてみて。じゃあ、後で調べてみるか。 ペットボトルに用を足す人 <laughs>。嫌だよ、やめてよ、もう。あ、あれこいつ。まだ頭頂部映ってない。頭頂部はああ、えぇ、ー、150%。<laughs> どういうことどうしてそうなった何、なんで150%になった そうはならんやろかつらかそれとれとれ帽子みたいになっとるよははは気になってもうごめん頭頂部のこと気になって話が右から左です おうやっぱ強いは強いんだね。あ、やっぱりそうなんだな。君それ、ずらだね。お見通しだよ。か <laughs> ツらやったな。ノーがあった。 馴染んでないどころじゃないだろもう <laughs> ぬらりひょんだよねほんと縦ぬらりひょん何も見てないよ <laughs> 優しいあーあヤドム来たモブあツボかわされるツボかわされるモブ面じゃないカツラあずズラじゃないカツラだか エラーはまぁエクボ一撃で粉砕してたもんなやっぱ強いは強いよね高っいやそれでも高い中2に80万でえ <laughs> どんだけ 金なさすぎるだろう。影山県あやばい浮かせろよしナイスー。あ <laughs> やだー。 うわっくぅ、来ちゃった。やだー。あはは。モブがなんかボコボコにされてるの。あいいところに、レーゲン。いや、あんと、金持ってるように見えないだろ。ははは。いや、大人って怖いよ。 声がぴったりすぎる。この人だよね、多分。チンピラ声すぎるでしょ。はははやばい、上手かも。ははは。え、気が臭い。ははは。 レーゲンは <laughs> え、かっこいい、レーゲン はあ,あ,あら。えすごい、後ろの絵怖っ。はは。 <laughs> いや、霊ンかっこいい。さすが師匠。おっあー、モブにやらせてんだな。便利だなーわいいな、つけ麺。レース場強い。マジで霊ンスペック高いな。 <laughs> 見えてなかったんだな。最低ですよ。つけ麺食べたいよね。お前の師匠も詐欺師なんだよ <laughs>。そうだよ。まあ、でも、いい詐欺師。え、徳川はいい人で終わるよな、ね。 つけめ,めしてろなんかごはんおいしそうだよねモブサイコのいやありつゆがんでってるどんどんつけめん食べたのえっ、ー、つけめん食べたの <laughs> おなかすいた。 うん。だ、なんなんだろうね、シンジ。ああ、それは、おごりじゃないリツ。何やってんだ <laughs> なんか、顔つき黒くなったよね、リツ。 ああ、元気ない。あはっ天狗おっ。顔色悪いな、相変わらず。仕事からの接待の目に流れ込んだので、ロム線に参センチ。わはっ頑張れ接待の目。 やめてよ、肉怪部だけは。誰だあ、出た。当番じゃん、中学。すごいな、影が。<laughs> 影の書き込みすごいわ、剣崎。ああ、あっけない。 リッツ強くなっちゃったなぁ。肉塊部長好き。いや、いいよねレアも。天ガと肉塊部長の友情好きですね。当番じゃん、中学おもろい。ああーボコサイトやっぱりツがいないと何もできねえんだな。 強いねえ、律。自業自得だろう。白 T ポワイズンどこだそう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 だ。また来ちゃったあー出た迷中のゴズね。あの迷中のゴズシ真ジは痛い目見た方がいいよ、ほんとに。 福川はさめちゃくちゃまともだよね。ははは。円が王法ですよ。うわっなんか。えリつー,ー。 なんか悪役になっちゃったなぁ。えぇ、ー、かっこいい。あるある。強いやつあるある。電柱の上に乗る。<laughs> 精神が強くなるとダメなんだよなぁ。人間性も部屋も汚い。うわ、やばい。え、窪だけは許して。 いや、変わっちまったね。醤油中。あ、あ、味噌中番長藤。勢ぞろい。実際、虎の絵を借りるのは一番の悪臭やからな。あ、出た <laughs>。うーん。 でもでもこれ、モブが知ったらショックだよ。あ、かっこいい。お出たこの人じゃん。かっこいいな。表 <laughs> ょかっこいいな。 いや、強い。はは。手、こねこねして。ああチューしちゃった。え、強い。やっぱこれは、モブを、召集するしかないっすね。え、強い。 チューやなチュだったな全然見たくなかったかもあのチュ <laughs>、うん。やばいやば。 あ、喪失。やべ、リツにやっぱ超能力はいらなかったな。あはっ。ああ見られた学ランポイズンじゃねえか、ほんとに。学ランポイズンパイ。白 T ポイズン。 えー、マジかー豪華だな、声優さん。ええー。いや、毎回いいとこで終わるよね。いや、面白い。自由と自分勝手を混同しちゃダメ。ほんとですよ、律。 ちょっとツには分かれせ、分からせてやらないと、モブが。ちょっとモブ全然出てこなくて、やっと出てきて安心しました。リツ律編だったのかな、今は。いや、面白ーどうなっちゃうんだよ。ツを分からせるのか。モブが分からせられるのか。あのパーカーやっぱりミキシン一郎さんか。そうねね、ミキ、ミキさんだったね。 やっぱいいよね、声。<laughs> なんか、ゾクゾクしますね、ミキさんの声は。自由ってのは責任が伴うものだよ。うん。そうだよ。いや、面白いなうわ、えっ口ピアス。大人の超能力さ アニペコ。なんだアニペコって。<laughs> なんだアニペコ。いや、面白い。猫ちゃん。猫ちゃんやっぱ反応しちゃいますよね。真珠分からせもう、でも、真珠は分からせられてたね。<laughs> ここから律を分からせるのか。いえ、面白いね。もう最高。自分も超能力で、つけ麺を食べたい。 別にそれ、つけ麺食べるなら別に超能力いらないんじゃないかな。いや、おもろ。やばい、これ。明日、2期見ちゃうかも。<laughs> 明日2期見ちゃうかもしれない。次、8話ですよ。8。よし。じ込みんな、準備は、サクサクいくぞ。ちょっともう止まりたくない。<laughs> 止まりたくない。面白すぎる。いや、これは止まらねえ。めちゃくちゃいいところで終わるな。だけど、いきますよ。3、2、1、5!55555! いけ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 スタートスタートスタート !55555! お。止め。 うわあ <laughs> 気になるなー特徴的だよね。でもやっぱちょっといいやつになってる。あなるほどね。テルが読んだのね。 超能力で食べるつけ麺は格別よ。食べたことあんのか超能力で。ああ上に特徴的だな <laughs>。いやーどうなるんだ。あと、エクボとも再会しますから。早く会ってほしいな。お友達でしょエクボ。<laughs> 超能力なら、ソルトパンチぐらいできるけどな。 <laughs> それとパンチはレアでもできるかも。ちょ、ちゃんと歌詞聴いてみるか、一回。憧れの M パンプアップ。自分を探すテレパシー。ないものやり、最高、なんとか。 いや、いい歌だな <laughs> あ。あ、おぉ。あ、なんか大体分かってきたぞ、なんか。オープニングがこのブロッコリー、ちょっと謎ですけど、まだ。あはは。 え、なんかちゃんと見たら、なるほどねってなりますね。特徴的言葉を選んだ表現。<laughs> 優しいよね。変な人って言わないだけで。優しい。特徴的。アニンペコ。ちょ、ちょ、ちょ、<laughs> なんか見えるなぁ。気になるなぁ。 なんか来たねああ<ー>でもいいいいやつだなう <laughs> 心臓キュンってなる。へえー。あ、エコボ。 おうどうすんだねでも使えんのだよねエクボえー <laughs> かわいい <laughs> もうもうえあーああえそういうことええ。 ええー、そういうことそういうことはあ。 レイツー。超能力欲しいけど、人に機麗を加えたいとは思わないいや、偉いね。あ、本気ですかえ、でも、モブかっこいいよね。あ、これか、アニペコ。 ははは。<笑><笑>ああ。こんなん見たくないよ。やだー。モーブ。かっこいい <laughs>。 <laughs> かっこいいモブいやーう屈した弟だねはあこれはさらにつらい。 不動のパーセンテージ7、7%だよ。やっぱ強いわ、モブは。ね、かっこいいお兄ちゃんな。わ。<laughs> えー、かっこいい。かっこいい日本刀。あー捕まってるあー何どういう組織 自分のしでかしたことに他人が謝るのが一番辛いよね <laughs>。わかりますよ。そして、身内が。お兄ちゃんが謝るの嫌だ。いや、かっけー うん、あお、きたー口ピえ強っああグリグリしてるああハハヒ口ピアス男陰でララちゃんが謝ってました謝ってた ああボロボロ。ああ。やめろ、リッツに手を出すな。いや、強い。いや、いい声だよね、ミキーさん。 でかいな。誰味噌中おやばい、こんな一気にモブやっぱ、弟、弟パワーやばいぞ。でけえな、味噌中。 なんだっけうわ。 やばい、大人の超能力者。畜生モブいけリツゴ揃われてるぞ。うー、かっこいいモブうーあーいや、でも強いな。 うわどう考えても悪役を見た目人に迷惑かけないのは大事ですよいやでもかっこいいいいの間違ったことは言ってないよねまあねやっぱ大人になればなるほど強いのかな超能力って うわあ。あ、裏拍手してる。粘土せん。中学生の声ではないのよ。 どうするどうしようねあっえー、どうする痛そう戦闘のプロなのかな粘土らせかっこいいけどね レイチュー。死んじゃう、死んじゃう。いや、作がすごいいいな。ああ。あ またたまる派手な派手なうわかっこいい100パーだよでもなんかただの100パーじゃない気がするなうわはは ええぞじゃんけんないやん。なんかたまにない時がありへんね。なんかシリアスパートの時じゃんけんないんだよね。勝ったな <laughs>。やっぱモブが最強か。 うわ、な何これ何ああ聞かない粘土螺旋聞き、聞かず覚醒は主人公の特権いや、さすがだモブそれを待ってたおぉえーええー、え。やばい 被害総額考えちゃった今。あはははは。被害総額。つえ。シロティーポイズン。あーれあはー服が。服が破れました。おっあエクボ。 いや、おねめちょすごい、マジで。作画神だろ。が、ー勝ったな。螺旋が <laughs>。いや、めっちゃ夢中に見ちゃう。かっこいい、戦闘。いやすげえ、あシルディーボーイズよ。 おぉかっこいいモーブ。モブの内心考えると素直に喜べない。おぉ、やっぱ、強い えっなんだそれ卑怯だぞどうしようあっ <laughs> うー <laughs> やっぱモブだなぁ いや、かっこいい。シロティ T ボイズン来たあははなんか嬉しい。てるー。そういうのもあるのか。 なんかあれ、催涙スプレー的な何かけたんだろうね岩塩でハハハハで除霊できるんですかが <laughs> いや美味しそうだなステーキ食べたくなりますね ははは、<laughs> ギャグパートだぞ。ははは。やだなぁ。やっぱり、マッサージ師になった方がいいんじゃないわ、いいなぁ。 あなんかちょっとセンシティブ。アロマ暴走特急ああ、ちょ、癒されたね。あははははパスタすごい。あ、美味しいよね岩塩パスタ。おーすごいいいなやばいね、レイン。どうにかしてよ。お前向いてるよ。 なんかシェフとかも向いてそうだな。お箱のマッサージして。レッツー。いや、可愛い,いな、ほんと。モブの顔が可愛すぎる。 うわ、ボロボロだ。<laughs> じゃあ本当に相手その頭。ずらとってもう。気になるから、ほんとに。<laughs> <laughs> 自分もマッサージお願いします。わ前も背中凝ってるや、やってほしいよね、霊言に。 えーすごいね中学生一人暮らしなんだへえー、爪ああこれオープニングに出てきたね ええー、そんなにいるんだ超能力者って。かっこいい。えー、爪。成功できるんや。100は多いな。 ま、テルは強いねちゃんとやばいの爪ええー、勝てるの 確かにああそういうことか落ち務所いいキャラになったよね結構好きだよレアは特徴的な頭頂部 やめて、もう、本当に。<laughs> 早く馴染んで、ずら。ああ。 うーん。悪い人ではないよね多分ね。 あはは、<laughs> なんでモブをうかせるのおっ急に終わった。また髪の話してる <laughs>。めっちゃ隠された施設。 えぇ、ー、何 ?1 話1時間でもいけるくらい面白い。マジ面白いなぁ。あとエンディングがめちゃくちゃかっこいいな。やっぱり。えぇ、ー。 おあうわやばい面白すぎてちょっと今すごい真剣に見ちゃった。ええー、<laughs> いや、テンポ感がいいんだよな、やっぱり。いや、テンポめちゃくちゃいいよね。わかります。めちゃくちゃ面白いな。かなりなんか、今まで見たアニメの中でも、良作でありますね。 正直単行本害い,いや、これは買っちゃう。マジで面白い。何巻くらい出てるのリセットして。次9話。12話だからあと。9、10、11、12。3話 <laughs> あと3話いや、あっという間なんだけど マジか。モブサイク本当に面白いよね、本当に。マジで面白い。モブサイコって言ってくれた人誰なんだろう。マジありがとう。<laughs> 本当に面白いです。というわけで、じゃあ行きますか。あと3まで一気終わりだよ、本当に。早すぎる。じゃあ、行きますよ、皆さん。3、2、1、

あ、怒られるぞ。残らず回収しなさいよ。イケイケゴーゴーゴー好き。<laughs> みんないか。うわ。シマウマヒゲ。うわ、シマウマ神。寺だね。 まあ、あれは無理だよねモブはさすがに回収できないでしょういやこれもあとこれが見れるのもあと3回よここ目になってんのかっこいいよね55ランプやそうだ55ランプ光らせろちょ、お水飲みます いやあ。ここはもうなんかめ、めちゃくちゃ。あ、ここで保護だ,ここだ爪爪だ爪だいつこのブロッコリーは伏線回収されるのホセユシュマさんの声もかっけかっこいいよね、ホセはさんめちゃくちゃかっこいい。やっぱ声優さん豪華だよね。 モブは誰ですかなんか、いつもエンディングで見逃しちゃう。あははは。声優さん、モブの声優さん見ようと思って。いつもわかんなくなっちゃう。止まらんじゃねえぞ、細谷さん。<laughs> も。キャストも作画も激強だな。なんか気合入ってるよね。

いや、でもいいね、花沢。頭いいですね。ポケかわいい。いやー、モブ愛しちゃう。肉怪文も最終回で集結してほしいよね。全員集合してほしい。 何ああ。ぼこせぼこせぼこぼこにせかっこいいな。あの人に聞こうか。はいはい <laughs>。もう情報が。 かっこいいな、やっぱこのモブ。100%モブ。あ、あー、弱えー、油断したね。いや、もう水はコリゴリだよ。ははは。水はもうコリゴリなんじゃない なんでみんなお尻汚いのなんでみんなお尻ボツ,ボツなのははははきつい拷問に。拷問が江戸時代だよね。水攻め <laughs>。しかもこんな、ただのバケツで、逆さまにされて。 かわいそう。もう解放してあげて。はははは。逃げ場ないね。かわいいな。こっちも油断した。<laughs> 男は大体いいゴツゴツなのお尻ちゃんと入ってた。<laughs> かわいいな。え、落ち武者有能だよね。村木。え 向井。竹内。宮川。土屋。なんかみんな、傷ついてるよね。顔に。何なのよな、このう傷。 綺麗なお尻の見本としてレアチの出してみようか。あ出あた出た。石黒。女の子声かわいいね。石黒。 あまたケツアゴだ <laughs> ケツアゴ好きだなあ,あやめろー傷も理由あるの ムート、やっぱり顎に <laughs>。どんな傷ケツ顎にされそうになったのかなやばい髭が青すぎる <laughs>。顎すご。テレパシーを見せちゃダメよ あーかわいそう豆腐豆腐あー何されてんだうわっ ええグロい何あえグロいえシンプルにギャグどこギャグ要素どこシンプルに死んでる。えぇ、ー。 <laughs> えー、急展開だよね。あ、ET。シンプルにし。<laughs> あ,あれえ、そういうアニメだったっけですよ、ほんとに。あ,あ、ハリー・ポッターか。なんか見たことあるって思ったら。あれ、アニメ変わったかないつの間にか。 おい。やばいなんで逃がすんだよー。甘いなぁ。カラムチ。カラムーチョ。ああなるほどね。 まあ、モブは大丈夫ですよ。あら、さすがに無敵ですよ。もうメール送れないや。もう弟が、声がナレーションしてる。わかるなぁ。よく聞くよね、ナレーションで。たじきさんあ、まあ、聞かんわな。 モブ最強ですから。なんか安心感あるよね。モブが無傷だと。なんでこんだけ強くて最初負けたのズラ <laughs> が取れない。 接着してあんだな。やっぱモブか。<laughs> やっぱモブがやったんか。<laughs> 内股。かわいいよね。内股なのもなんかかわいく見えてきたよ。池の水抜いてそうな声やな。<laughs> 確かに、そうだ。やっぱ内股なんだ <laughs>。 なんか愛しいよな、うちまた。本当に死んじゃったのかなやはりチートだね、モブは。えっくい。えおう ノイスえあ、なるほどあ、よかったよ <laughs>。うん。 いや、めちゃくちゃシンプルに死んじゃったかと思ったよ。<laughs> 超能力とか関係ないじゃんとか思っちゃったわ。ははは。 でも、レアも覚えてないな。改心したわ、リッツ。あ、そうだ。クロス綺麗。あ、そう、星野武志。朝日号だったっけ 誰にだろう <laughs> 誰にだろうね。大地と海とパチンで花なんでんのかーい。 おおーいいよー強まってるよおっナイスーいやほんとんかめなんで目の前でやるの <laughs> こリツよハハハ無理無理無理だ無理だ。 無理だ、無理だ。おーい、謙遜すな。かっこいいな、アリツ。 はい、強い、力。無能な消耗人材、とはですよ。ナイスおお頭いいなー、リッツ。 あそうだ、直感力。ははは。いいね、かっこいい、かっけえ、かっけえ。トンク。あれはでも惚れちゃうよな。ははは。 ただみんなで協力するんや。ええー、空淵使えるようになってんじゃん。えわあ、いいね、えくわ 確かに。あかわいいポコ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 。かわいい結構恐ろしいよね。この二人の安心感たるややっぱ強いよね、二人。応用できんのすごくないカラムーチョは。 やっぱ器用なんだな。62%の直感力。頼れそうで絶妙に頼りなくて好き。ほんとですよ。ニケの SSR モールドくらい。でもそれは実質100%だからさ。ち <laughs> な傷割りは強敵よ。あ、そうなんだ。そうだよね。でもなんか一応、なんか、ちゃんと名前が出てる人たち。 はははは。<laughs> 近。どうなんだあっ、マジか。 やばい。62%でも2回外れるからな。いや、そうなんだよね。やっぱ圧倒的だね。ちょっと早くモブが無双するのが見たいんだよね。めっちゃいい仲間だよね。この人、頭が。 なんで爪って言うんだろうかわいいな声がかわいいあとちょっとガスマスクにちょっとへを感じます あ,るあーそっかピアスおっいいよ。 データをねいいこの風格なんか強くなってるよねもう。あはほら。 こんな、スーパーボールみたいに。ああ。さすがーこれが見たかったんだよーかっこいい。静かに切れてんのがまたかっこいいですよね。パチンコ玉やポンポコポンポコされて。お亡くなりになっちゃった。 もう普通に人に超能力 <laughs> 当てれるんだね <laughs>。いや、確かに。もう、もう全然。ああ<ー笑>。終わった。<laughs> タフだから大丈夫って思ってやったのかな。<laughs> ああ、そういうことなのかな。<laughs> まあ、多分確かに強かったしね <laughs>。いや、かっこいいな <laughs>。格くちげえよ <laughs>。レアはこれが見たかったんだ <laughs>。 モブがもう無双してるのが見たいんだよ。なんか、霊弦全然出てこないね、でも。<laughs> なんか、あの、いい人的役割なんだろうけど、立ち位置なんだろうけど。霊弦はこれから2期とかで結構活躍するのかな天井に刺さってたね。あんなもう死んでるでしょ。いやー、いいね。 エンディングもかっこいいし。そう、師匠どこ行ったんだよね。師匠に会いたいよね。師匠来てよ、一緒に。次回予告担当なのそれだけなの師匠。会いたいよ。霊言が悪い人じゃないって分かってるから。なんかエンディングを見ると、ますます師匠に会いたくなる。 <laughs> 頭頂部150%のテル。うわーもう10話かおもろい。猫ちゃん猫ちゃん。エンディングの演出いいよね。いや、かっこいい、マジで。映像が。エンディングではめちゃくちゃ出てくるのに。 <laughs> 全然出てこない師匠霊言大人げもなく冷たいの師匠の力必要ないってことよ師匠そんな強いのか甘く見てるわまだ師匠のこと <laughs> よいしょリセットしてうわーついに10話んあとあ今10話かということはあと3話かじゃあここから3話かアはは あと、ここから3話です。色あせた世界がモブと出会ったことで色鮮やかになるのがほんと好き。あ、そういうこと <laughs> かっけえなんだ、その考察、かっこいい。さすが師匠、かっこいいっす。やばい、その考察、めちゃくちゃ好きです。というわけでいきますか、じゃあ10話。3、2、1、 ごー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 いけ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 いごーごーせよ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 ーご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 ー,ゴースタートスタートーうぅーようやく気づいたかいやまじかみんな気づいてたかっこいいはハはっは好き <laughs> 覚醒者 やばい、でも、数が多い。無理なんだ。<laughs> 無理だろうけど。レオ、マジックも、ありがとう !Thank you! レオイズキュート。全く気づかなかったよね <laughs>。エンディングの曲かっこいいなぁ、みたいな <laughs>。エンディングの曲かっけーみたいな気持ちで見てたよ。声かわいいよね、ガスマスクちゃん。ははは。 犬に負けないハハハ。<laughs> いやでもおもろいなぁ。エクボのグッズ欲しい。でもどうなるんだろうね。爪を破壊して。レアチチワワだったりする実はそうなのかもしれない。<laughs> <laughs> 上手だよね、でも、俺はそろそろ肉会物来るか。いや、肉会物もう一回見して。マジ、なんかアベンジャーズみたいになってほしい。そこにレイゲーゲンも行ってくれたら、なおよし。ちょ、期待してます。<laughs> まあでも、一期の最終回でそのア,ドアベンジャーズみたいになるかな。爪を剥がすんだろうな <laughs>。恐ろしいな。 そういうアニメわーくるぞドキドキ巨悪のオーラ黒幕ここで黒幕がわかるのやっぱ生きてたね いいなババ抜き楽しそう作られたえそんな簡単に侵入できんの そういえば天下の誤解も解けてねえよな。確かに。信者はボコボコになったけどね。それでいけるのか。いや、当たり前だろ。えさん えっゲンソンゼロとジュエロエロムンムン。 はは <laughs> エロエロムンムンが気になるよ。その歳で下葉っぱなのか <laughs>。確かに。早く覚醒しなよ、ゲンさん。それが分かってるんなら。ははは。 いや、なんだここ。あ、覚醒者がいるとこなんだ。エコボだけでいけるか やっぱ分かっちゃうよねやっぱエグボも強そうおうやっぱエグボって強いんだおはー え、強いじゃん、普通に。なんだかんだ風格あるね。え <laughs> うわ、ええ黒い。 そうだぞー。おあら、おかま。松尾松尾 <laughs> なんかやべえの来たよね。大塚さんなら段ボールで侵入してほしい <laughs>。メタルギア なんとかなかなか過激だよね。ちょいちょいちょっとギャグを超えてくる。ず <laughs> らー。こいつ、没落してるけど大物だもんな。上級なんとかだったか。確かに。 よえー、<laughs> お前も、発火か。お前も100円ライターなのか。ええー、急に誰あー、こいつか。宮川だ、宮川。 傷持ちだ、傷持ち。弱いね、この火力。へやっぱ強いね、大人。大人超能力者。 あ、やばいあでもかっこいいえ大丈夫よく名前 <laughs> 覚えられるな <laughs> ま、出てきてくれるからわかるくらい。チャーハンに欲しい火力。いいよね。チャーハンだったら。秒でできますよ、こんなんチャーハン。まだゼロパーセントになっちゃうもうこれ以上髪にダメージ与えないで。やっぱ強いなぁ。てる。 そのレベル <laughs> 結構残酷。ああ。ああ。墨になっちゃった。<laughs> ああ、結構残酷。 かっこいい。やっぱ強いんだなぁ。かわいい。<laughs> ちょっと怖かったの。おい。いや、めっちゃ強いよね。この人強そうなんだよね。あいや、それはやばい。2対1は無理よ。よくないよ。中学生なのに。 今日じゃんけんできたなミスった怖いなぁ。向井、かわいい。さらに強がる、強キャラ感。かわいい。 いや確かに強いよねかわいい向井刀キャラは渋いブラクラの銀次とか率律にしたら全然やんお茶むしゃ強いよね なんか、落ち武者また見たいな。あははは。落ち武者姿また見してほしい。うーん、そうだね。章。誰ショー,リーツかっこいいよ。 なんか向井と似てる。へえ。 <laughs> かわいい。かわいいな。兄弟、ていていだな。 まあそりゃそうよ。そりゃそうです。かわいい。母性が働いたんか。かわいそう <laughs>。無理よ無理よ。おばさんって言った。 いやー、でも。あ、えー、モーブこう聞こう。竹内は何なの人形を壊すなんてひどいことするやつもあるんやな。いや、いるんだね。人形を壊すなんて。 ひどいなぁ。チャクラみたいなもんか。ああ、なんかわかりやすいな。チャクラ。あ,あ、物理は痛いのか、確かに。近づかないようにするしかないよ。やばい、ちょっとでも、かわいそう。携帯なってるよ。 ああーもうおっどうする, <laughs> うするわあ出た集合体恐章。 どうする、モブああ。伏黒くんだ。<laughs> このシーンほんと好きかっこいい、でもうわいた耳いた。そういうのもあるのか。 敵なのにいいキャラしてるね。女の人いいな。土屋敵でも信念あってかっこいい。ちゃんと人間味があっていいですよね。かっこいいな。ん 早いかなははは。あ。あ、ちょい。ええくぼあ出ていってるえくぼいいねいや、えくぼいいね あー引っかかっちゃってる <laughs> ええー、どうするおおええー あははは、<laughs> あれ、あっという間に、あ、あれ。超気候。あ、えー、捕まってるあ、そうだったわ。眠らされたわ、トーンって。あははは、そうだったわ。 ええー、でも。いや、いいなぁ。やっぱり、かっこいい。いや、かっこいいモームー好き。でも、ちょっとボロボロだな。出落ち。出落ちキャラだったのか。あ、いツ え <laughs> リッチューやはり、無双やばい、リッー死んでもないよ。お、あと葉っぱよ。 まあ、こいつは別に。え、あやばい精神攻撃には弱いかやばいえ、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 え えええええええっ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 ええ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  あ、モブ大丈夫限界突破しちゃったシェルまみれ <laughs>、えー。ええやばいな、モブ。チートだな。顎プルプル。シリコン詰まってんのかなこれが本当の生シルやな <laughs>。 汚いなどうしようしょう,うわやばいエコボもか。 やばい。めちゃくちゃにされちゃう。えー、こんな絶望的に、絶望的な状況で終わるのマジかー。つ <laughs> ぼなシール、かわいすぎ。<laughs> なんかめちゃくちゃ張ってたよね。えー、マジかー。どうなんだ。いや、結構やばいよ。 こんな簡単に。いや、やっぱ、霊弦よ、霊弦 <laughs> 霊弦来ない霊弦来ないかいやー、かっこいい。真剣に見ちゃう。 猫ちゃんほんとだー色ついたーま、そう考えてみると結構エモいんだけどシンプルに見るの <laughs> めちゃくちゃ見いっちゃうえ うわ。終わり。お。え。誰。うん。え。まさか。え。 <laughs> やっぱり来たー <laughs> ほんと <laughs> やっと来たよ <laughs> 師匠 <laughs> やばい、胸あっつやば <laughs> やば<ー>い <laughs> 面白ーい やばい !10 話まで来てこんな面白いことあんのやばーいや、どう終わるのか気になる、ほんとにどうなんのやばい説教されるよね。人間に使わなよーって。えぇ、ー、面白い面白い面白いはははルドパンチ来たーえ、やばいんだけど、早く見ようみんな。ちょっと待って。急げ。リセット。で、次11話ね。 やばあと2話だよ、みんな。あっという間すぎて草、草。いきますよ、じゃあ。3 2 1 5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  同時視聴ちまハマりそう嬉しいうれしいごごごごご高八8810円えなんでみんなあんな怖がってたんだろう なんだ気になるベーゲンが何をしてきたのかやばい、面白すぎるーやばい、レーゲン好きになっちゃうね面白。今一度ちゃんとオープニングを見る。なんかここのさ、レーゲンエモいよね。 霊源の横顔師匠いいよねえつぼみちゃんは全然絡んでこない正直霊源実は能力使える説え使えるのかでもじゃないとあんなあんなになんないよね多分どうなんだろう いや、かっこいいなぁ。あとなんか、モブサイコの1話の一番最初が、あれは関係ないのかな一番最初は。なんか色々気になりますけど。 かわいいなちっちゃい影まず頭いいな頭良すぎかわいいなね あの水の入る演出、中身が空っぽだったのがモブという純粋な存在に満たされるのを感じる <laughs>、えー。ええもうエモい。エもい。あっ結局好きなんだよね、やっぱ。お兄ちゃんが。あー 泣ける呪い呪われてるわ尊いね。<laughs> あぉ <laughs> ーっははりつー祝ってやる <laughs> 祝ってやるえうぁーりちゅーいい涙いい泣き顔ですね もらい泣くい <laughs>、えー、え。えこの人何なんだろう、翔。鈴木翔。泣くな、男やろ男も泣くときは泣くんだ。 派遣研修生なんだ泣いていいのパチンコで負けた時だけや <laughs> そんなしょうもないことで泣くな男が本部どんだけいいんだこんな組織。 行。Yeah. えあ、<laughs> そういうこと <laughs> 言葉巧みだからね。霊言は。 <laughs> おー、くし、口先八丁で渡り歩くのかっこよすぎる <laughs>。やっぱスペック高いなぁ。あははは。おー、やっぱ師匠だよな勝手に切り抜けてんのくさ。草 やっぱ、運もあんだよね、多分、霊弦は。え、すごい、ちょうどなんか、話も通る。なんか、勝手に話が進んでいく。<laughs> 知性が、なんだ、ハートでやめない。知性が永久すぎる。<laughs> もうちょっと、超能力に全部使われてるから。脳みそ使ってるから。 Ha, 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 ha. ha そうだそうだそうだ師匠 <laughs> 好き。なんかうまいこと言ってんのくさ。それっぽいことしか言ってない。ほんとですよ。さすが詐欺師。 このセリフが一番好きーの。いやでもいいね師匠やっぱいいこと言うよねいつも。ああ、会えたー。 ハハハハ。こ <laughs> っけ、来たーハハハハ確かに、そう考えたらめちゃ強い人かもって思うか はははそうだぞーやっぱまともではあるよね <laughs> やばい腹が痛い <laughs> 確かにアンジャッシュみたいなことになってるよね あ、来たーどうするどうやって切り抜けんだ切り抜けようないな、これ。じゃんけんぽん負けたー負けた。シンプルに負けました。あ <laughs> あー、バレた。 あいこだった <laughs> いや弱いレア <laughs> 何これ <laughs> 超能力バトルには参加してこなかったからねレーゲン。 そうだ,そうだ目覚ませ師匠気質はあるよねやっぱりさすがに <laughs> 俺も行くけど じゃんけんけいと野球で勝てない, <laughs> いいよ、別に野球拳しなくて。いや、かっこいい。でもいいこと言うよね。礼儀。カリスマですよ、さすが。強いのほんとに。あー、でも。 強い。重力か。そうだそうだそうだ物理だ物理ドロップキックだナイスナイス一人だけ空気感違うぞ そうだよ。思い出して。う,う。怒る。そうだよ。 え、かっこいいはははは正論。でマジでいいキャラだよね。 師匠好きな人多いでしょ。いけ !SLA 能力者はびミりはいいのか。だって何にもないもんね。はははは あハハ面白すぎて。普通に笑っちゃった。はハはハはあはは従眼がん,がんやべえな <laughs>。ハ <laughs> ちょっと涙出るくらい笑っちゃった。 ははハハグルジャンズやばい <laughs> ええー、すげえデンディ黒玉えやばいよレギン はは <laughs> 失策ですね。そうだね。ははっ確かに。ははは ハハハあ危ねえやばいお大人じゃなかったか辛辣やばい霊 <laughs> 言出てから100倍面白くなった ははは。<laughs> 塩が吸い込まれちゃった。いけるよリーツ頑張れ、リーツ 内股だなぁ。やっぱり内股だなぁ。あああれ髪あるぞ。え、こっちのがいいじゃん。かっこいいじゃん。ズラじゃなかったの キャニーちゃん。うわあキモい <laughs> できてくさ。除霊できるんかーい。いやー、どうしる、どうすんの やばい、痛むさみだいやストレスだ。 どうする？うする殺意。ああ<ー>。<laughs> うふふ。 地<以>上へへへかっこいいこんなちっちゃい時からてたんだ。 いいこと言うよな。胸鉢だよね。超能力ないのに。 い <laughs> カリスマだなええあえあああああああ かっこいい。師匠能力ないから余計にかっこよくなるのよほんとだこんなん死ぬやろ師匠かっこいい。えー、どうしようどうする礼儀。こんなん切れちゃうよね。モブ。 死なないよね、師匠。だって2期も3期もあるんでしょ早く次を見て師匠のことを知りたいよね。ちょ、待って待って。早くエンディング。いやかっこいい。でも、なんか、師匠をちゃんと、師匠がどういう人なのかちゃんと知った後にこれ見ると、めっちゃエモいな。 ねこちゃん。ね <laughs> や胸熱い。あ。顔が。 モブがすごいよろいろ,ろやってる。えなんかとぼけながら切り抜けてるのが強キャラ感あるな師匠。いやわかる。やっぱ強いの師匠って。いや師匠一気に押せる。今まで全然出てこなかったのに。マジでモブの物語だったのに急になんかモブと師匠の物語になった。うわ師匠天から見守ってくれ。早いよまだ。 死んだと決めつけるな <laughs>。やだーなんで遺言とか言うんだひどい。待って。やばいじゃあもう最終話よ。いくよみんなよいしょ。じゃあ12話。で、リセットして。じゃあいくよみんな最後よいよいよこれが最後よいくよ !3!2!1!

ここ胸が、ああ。<laughs> <laughs> やばいよね、もう。はあ。 一周目やけどやっぱ面白いわ。いやー、これはなんか何周しちゃう、何周もしちゃうかも。マジで面白い。いけいイケイケゴーゴーは競馬ないよ <laughs>。イケイケイケゴー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 逃げたっていいわ、かっこよすぎる。いや、わかる。なんか、霊言が言うから刺さるよね。いや、さすがに面白い。久しぶりにこんな面白いアニメ見たかも。 いや霊レーゲンやっぱエモいなぁレーゲンって実はめちゃくちゃエモい存在なのあとこのガスマスクの中身を見たいえっちょっとレーゲンが出てくると エモくて死んじゃう。うわーかっこいい。ガチャ、ガチャ全消費したくなる。<laughs> ネタキャラかと思った。謝りたい。いやそうだよね。でもなんか、霊ンが絡むだけで面白くなるのはあるんだけど。えー、面白い。どうなのモブどうすんの うんあ、やばい。目がえ。えええ何 そうなのえどういうことうっ痛えなに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  <laughs> そうなるよね、うんどういうこと あ、キャンディちゃん。ええ強くねレーゲン強くない何急に <laughs> え。ははは。えん コメディの流れに持っていったら最強だな。確かに。えどういうこと師匠、強いぞ。えんどういうことだ <laughs> 天使集団え師匠を強化してんのモブのバフあそういうこと 言えば、モブがすごいってことああ、なるほどそれを、リーギンに、やってもらうってことね。ええー、かっけえ すごい、レイゲン今先輩なの？ええー、すげえ、かっこいい。いやでもこっち先輩よ。 ああ、でも <laughs>、吹っ飛ばされてはいます。一トンパンチかっこいい、師匠最強。シャボン玉か、かっこよすぎる。でも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 師匠は いや、でもほら、でも師匠は大丈夫 そうだぞそイヤー向上心は大事だけど、ちいげいのよな。<laughs> かっこいい。線だもん、こっちは。 えっうーん。えっちょっとかわいそう。ははははどんな顔 <laughs> えどんなのと一緒にしてんだ <laughs> レベチーまあ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 もう先輩ですからねかわいそう。 募集された何何何,何 えはははは。<laughs> <laughs> そうだ、そうだ。 そうだそうだちゃんと大人の意見やばい。 ロンパはい、イロンパー、<laughs> 精神的な説教。かっこいい。えええー、こんなんなの女の子かと思ったよね。

女の子じゃねえのかよ。うわあ <laughs> あー、なんか赤ちゃんみたい。 そうだそうだ。まずは歯科行け。そうだよ。まず歯を治してもらいましょうね。僕がラスマスクかぶって。ちょっと怖いよね、やっぱり。ちょい汚い。えやばい怖いんだけど、やっぱり。あ。翔。 怖いなあなんなんでしょう汚いエケちゃん <laughs> バブになっちゃったええー へえお穴が外部にはいたんですね。 かっこいいでしょう。こいつ2機で絡んでくんのかえやばいそうだエクボ忘れてたマシュマルちゃんあーははエクボうわ、全部食べたの やっぱ強いんだなエコボエコボ強かった見えるようになったんだ <laughs> <laughs> いいめっちゃいいなうぞうむぞうなった <laughs> ジャンケポン わかった勝ったー <laughs>。終わりよければ全てよし。ああ、よかったー。普通に戻った。この飛行機何なんだろうね。ちょくちょく出てくるよね。エンディングでも出てくるし。 あっやっぱつぼみちゃんが好きなのかモブ。 んあえシ真ジかシンジよ真ん改心した急に綺麗な真珠やペンゴー シンジだよね、やっぱりワカメじゃなくなっちゃったシンジ。ああ確かに強いなメンタル。 ああ安心する。金海部。兄さんが味方してくれるんかあの態度だったのに。本当だよね信者。ああモーブー おいるよ。いるよいるよ 月間筋肉不月号 <music> おう月間筋肉ってなんやね <laughs> 筋肉雑誌 手慣れてきたねおいいね燃えてんねトンク。 や,やっぱ上級悪いは強いんだね。あオムライスにワンピース。曲げちゃう曲げない。曲げちゃう。 何 <laughs> なんよ、もう。どういう話だどういう会話してんだ <laughs> えぇうーははははてーてー兄弟愛。どんな年頃だよいほんとだよ。母親もびっくり。 よし ボスボスだなうわっガンギマリボス名いガンギマリボスえー、へえ終わりか息子なんだねおツチノのツチノの子っているんだ イケモだったね。おいおい、モメに土の子探しさせるな巨大土の子現れるのマキ気になる <laughs> ちょっと気になるニキ気になる いや、感じるね。でも、土の子探ししたいな。しかし、相変わらずである。ギャグに終わる。安心感あるわ。うん。すごい <laughs>。 ああ待つだけどーバカなんだな。うわあキモいキモツチノコ。ツチノコでか。w c b ツチノコ探しブファイオーファイオー。ファイオー うわき来ちゃないー。わ、もう秋だね。これを見るとなんか秋なんだなって感じますね。松茸売れんじゃない <laughs> ああうわ、いいな、松茸。食べたことない。 いやー終わっちゃったーなるほどね。これで終わりということですね。えぇ、ー、面白いいやー、ちょっと待って。どうしよう。うんと。閉じたい。いやー、バチバチ面白かったーよかったマジでありがとう、モブ最高 これにて、モブサイコ一気味同時視聴勘ということで。よいしょ。リセット、リセット。よし。いや、面白かった。最後に塩焼くや、役に立った。今、そうですよ。松茸を食べるのに。いや、まさかこんなに面白いとは。なんかあの、なんていうの絵からさ、あの、 絵のタッチからこんな激ツバトルだとは思わなかった。<laughs> いや、終わっちゃった。いや、明日ね、ちょっと2期見ようかどうかちょっと検討しますね。猫ちゃん原シちょっと最後にね、エンディングの映像なかったから、ち猫ちゃん最後に見られなかったけど。明日はちょっと検討します。さすがになんか連続同時視聴だとあれかなと思って。 真下同時視聴かどうかもちょっとまだ怪しいので <laughs>、ちょ、それはね、ちょっと、朝方くらいに分かるかと思います。<laughs> 激熱ボトルにキリキリギャグのコンボ。えっ、ー、と、やっぱハートで見えない。強すぎたか。いや、マジで面白かった。で、こういうの大好きだからさ、ちょっと BGM。こういうなんか、ギャグもありつつ、泣けつつ、胸が熱くなりつつ、みたいな。 めちゃくちゃ面白かった。同時視聴ハマった。いや、面白いよね。同時視聴。またね、今後ね、ま、もしかしたらモブ最高コ2期、来週になるかもしれないし、明日見るかもしれないし、明日また違う作品見るかもしれないし、明日もしかしたら同時視聴じゃないかもしれないしって感じですね。他の作品もちょくちょく同時視聴していきたいね。そうだね。またね、あの、みんなで作った、同時視聴、アニメガチャ回してね。 みんなでワンクールアニメ見たいなって思いますね。一人で見てたら結構泣いてたと思う <laughs>。いや、わかるでも結構泣いたね。笑い泣きもありつつ、普通にシンプル泣きもありつつ。でどちらにせよ楽しみだということで。もしかしたらね、なんだっけ、さよならの朝になんとかかんとか、なんかすごい長い、めちゃくちゃ泣けるアニメ映画を見るかもしれないんで。 明日楽本当に18時からこんなに長く5時間15分もお付き合いいただきありがとうございました。皆さん大丈夫ですかなんかご飯とかお風呂とかトイレとかもね行ってくださいねちゃんと。<laughs> 明日もまた来るよ。待ってるよ明日も。ちょっと明日の情報はちょっと朝方になるかもしれないんですけど明日の。 さよならの朝はこの後見る。おーいみんなで見ようよ。まあいいんですけどね。何度見ても。<laughs> お釣りやす。ありがとうというわけで本日はね、お釣り屋ということで、また明日お会いしましょう。いや、マジでよかった、モブ最高レアもなんかアニメ同時視聴ハマっちゃうな。マジで面白い。というわけでね、モブ最高十二12話、 一き,きみありがとうございましたー。本日は、ここら辺で、お連れ屋、っていうことで。もう何周もしてるの。え、すごいな。いいね。さよならの朝。というわけで、お連れ屋でした。バイバーイありがとうおもしろかった !Thank you! お連れ屋ー、シ